夏だ、コミフェだ、ラキスタだ。ああ、いい天気ね。今日も暑くなりそうだわ。ねえねえお姉ちゃん、コナちゃん今日どこ連れてってくれるのかな。さあ、そもそもあいつがこんな早い時間に私たちを連れ出すなんて。おーい、つかさ、かがみ。あ、来たよ。おはよう。2番線まもなく発車いたします。急いで、せっかくだから一本早い電車で行こう。え、ちょっと待って、その前に今日の行き先ぐらい教えなさいよ。着いたら説明するよ。待って、なんだかものすごく嫌な予感がする。それでは夏の一大イベントに柊姉妹様ご案内。うわぁ、カエル声かけて。もう遅いよ。手伝えばいいわけ。おお、さすが鏡、物分かりがいいね。とにかくまずは並ぼう。話はそれから。あの、ちょっと待ってください。やれやれ、仕方ないわね。つかさ、行くわよ。あれ、つかさは。おや、新刊を全部くださいって言えばいいから。と言われてもね、何をどうすればいいのやら。お姉ちゃん、もしかしてこれが次のサークルさんの列かな。うわ、一体何十分待ちになるんだこれ。30分くらいかな。もっとかかりそうよ。その間何して時間潰すわけ。遊園地のアトラクション待ちだと思えば。遊園地なら待てば自分は楽しめるけど、こっちじゃ楽しむどころか何の爽快感もないじゃない。いやー、並んで本を買って家に帰ってそれを読むときが爽快感に満ち溢れるんだよね。だから私たちは読まな。って、なんでいるんだ。うん、隣のサークルさんの列並びだから、そっちはよろしく頼むね。隣って、うわ、さらに長い。そうそう、そこの買ったらどっちかはステージイベントの場所取りしておいてもらえるかな。ステージイベント。うん、コンプティークのラッキーチャンネルでパーソナリティやってる小神アキラが来るんだ。これも絶対に見ておきたいイベントだからよろしくね。は、誰よそれ。いや待て、そんなの自分で。すみません、この列外に出します。お姉ちゃん、スタッフの人が列を外に出すから動いてくれって言ってるけど。そんな、この炎天下外に並べっていうの。ああ、そんなの普通普通。頑張れ。異常だ、この場所は異常だわ。到着。二人ともお疲れ様でした。来られた。これはきっと奇跡なんだわ。足が棒みたいだよ。いやもう本当にありがとう。二人
人のおかげで夏を堪能したよ。これはいい思い出になるね。間違いない。それはよかったわね。でも私たちにとっては最低の思い出に。あら皆さん、そんなに大荷物を抱えてどうしたんですか。みゆき、あんたこそ浴衣なんか着て何やってんの。うわー、ゆきちゃんすごく似合ってる。ありがとうございます。あの、これから家族で花火大会に行くところなんですけど。あの花火、あ、よろしければ皆さんもご一緒にいかがですか。これだよ、思いにはこういう普通の思い出が必要なんだよ。ごめんね、ゆきちゃん。私たちもう一歩も動けない。かがみさん、つかささん、しっかり。いや、みゆきさん、もうそっとしておいてあげてください。お前が言うな。夏休みの過ごし方、その考察。つかさ、もうすぐコナタ来るからお茶の用意しておいてくれない。あ、うん、この漫画もうちょっとだから。だらけてるわね。ま、コナタ相手だからいいけど。それよりもうすぐ夏休みも終わりなんだからね。宿題は終わらせてあるの？ああ、まだだけど。でも、お姉ちゃんもまだそんなにやってないでしょ？何言ってるの？私はもう全部終わってるわよ。え？何？休み中ずっと一緒に遊んでたのに、なんで？なんでって、夜とかにやってたし。ずるいよ。ずるくない、当たり前のことでしょうが。あ、おいーす、来たよ。うぅ、コナちゃん。な、何？どうしたの。この子、宿題終わらせてないのよ。だから遊んでる暇は。私も終わらせてないよ。はい、だから見せてもらいに来たんだってば。いつも通りよろしく。遊びじゃなくて宿題写しに来ただけかい。お姉ちゃん、私も。ちょっと待て、さすがに二人ともじゃバレるんじゃ。大丈夫、みゆきさんのも見せてもらうから。はぁ、みゆきがどこにいるっての。お邪魔させていただいています。おぉ、いつの間に。っていうかコナタ、お前めちゃくちゃ計画的だな。だってほら、時間は有効に使わないとね。ったく、どうしてその悪知恵を有効に使おうとしないんだ、お前は。少し休憩。映すだけっていうのも結構疲れるね。そうだね。あんたたちね、できるところだけでいいから少しは自分でやりなさいよ。うん。あ、お茶入れてくるね。ち、逃げたか。鏡は生真面目だな。みゆきさんも連れてきて正解だったよ。何が正解か。まったくみゆきまで食い物にして。いえいえ、私も鏡さんとは答え合わせがてらのお勉強会はしようと思っていましたし、そしてそれに便乗させてもらおうと思った次第でして。何が次第か。だいたいその場しのぎで写すだけじゃ休み明けのテストで大変なことになるわよ。大丈夫、一夜漬けは得意だからさ。ああ言えばこういう。はい、みんな、お茶とクッキーだよ。やった、傘のクッキー美味しいから好き。そうですね、お茶を入れるのもお上手ですし。勉強だけの鏡とは大違いだね。おほー、宿題全部自分でやるか。みゆきさん、助けてプリーズ。え、あ、はい、
構いませんけど。だから見物にされてるって気づきなさいってば。やっほー、遊びに来たよ。ゆい姉さんいらっしゃい。お、勉強中だった。珍しいな、お姉さんびっくりだ。勉強っていうか宿題の残りがね。そうだ、ちょうどいいからここ教えてほしいんだけど。うん、どれどれ。ここの公式がわからないんだよ。ね、こっちもわからないんだけどさ。ね、姉さん。うん、やっぱりコナタのためにならないから、ここは一つ生温かく見守ることにするよ。いや、私のためなんてどうでもいいから教えてほしいんだけど。ダメダメ、そうやって他人に頼ってばかりじゃ立派な大人になれないぞ。ああ、正論だ。仕方ないな。そうそう、若者は勉強したまえよ。私は仕事で疲れたから休憩させてもらうけども。うん、仕事警察屋さんだもんね。いつもお疲れ様です。それほどでもないであります。うん。それでね、ここ教えてもらいたいんだけども。どの辺。うん、こことかここも、もうとにかくわからないところだらけでさ。わかんなくってもそれっぽい答えをパーッと書いちゃえばいいんだよ。宿題なんて出せばいいんだしさ。おー、なるほど、頭いい。いやー、それほどでもあるよ。さっきの言葉がものすごくすっぺらくなっちゃったけどね。はわ。台風について、文化祭について。おはよう。おかげで目が覚めちゃったよ。昨日まで台風で涼しかったのにさ。そうね、台風一過、雲も吹き飛ばされてるから日差しが強いのよね。そういえば今年は台風一過だけに回数多かったよね。兄弟たくさん。うまいわね。あ、そういえばお姉ちゃん、今日の帰りスーパー寄って行ってもいい？いいけど、何か買うの？卵切らしちゃってるから買ってきてってお母さんが。なるほど、わかった、うん、ねえ、かがみ。あ、ああ、ごめん、なに？ちょっと聞きたいんだけど、さっきのうまいって何が？さっきって念のために聞いとくと、台風一家のネタは冗談よね。本気で一つの家族の一家だとは思ってないわよね。なんだかチャイムを聞くと学校にいるって感じするよね。そうですね、引き締まる感じがします。私も気を引き締めなくっちゃ。だるーん。もうコナちゃんも。私はいいよ、めんどくさい。おら、みんな席につけ。あ、みんな夏休みは楽しく過ごしたか？しかしよ、いつまでも休み気分でおらんと気引き締めて勉学に励むようにな。ええー、な。はい先生。おお、泉、なんや。髪の毛ボサボサでそんなこと言われても、というか一番休み気分でいた先生に言われても説得力がありません。いやらしい、昨日の夜お前が寝とけで連れ回してくれたのが悪いんやろが。でも私はちゃんと来てるし。珍しく遅刻せんかったと思っていきなり寄ってからに。ほな、みんな気ぃつけて帰り。先生、明日のホームルームなんですけど。おう、どないすんねん。
今年の文化祭についての話をしようかと思うのですが。おお、そういや文化祭なんてもんもあったか。なんか出し物するんか。私としましては、せっかくですからクラス全員で思い出になるようなことがしたいのですが。文化祭のセオリーちゅうったら、やっぱ喫茶店とかかな。喫茶店か。なんや泉、お前確かそういう店でバイトしとったんちゃうんか。だからですよ、学校でも同じことしてたらめんどくさいじゃないですか。うわ、ぬる。お前ほんま趣味以外のことに興味ないんやな、物臭なこっちゃ。そういえば喫茶店だけではなくて、たこ焼き屋さんとか焼きそば屋さんとかも定番ですよね。ああ、うちはビールとかつまみがありゃええんやけどな。ま、無理か。なんか食べ物のネタばっかり。文化祭の文化ってのはどこにあるんでしょうね。さしずめ食文化といったところでしょうか。なるほど、それやな。冗談だったんですけど。まあそれ以外としたら、お化け屋敷やらプラネタリウムやらかな。でもせっかくの文化祭ですから、少ししっかりとしたものをやってみるのもいいかもしれませんね。ほう、例えば？班ごとに分かれて各時代ごとの文化を調べて、それを展示発表するとか。せっかくうちのクラスは世界史の黒井先生が担任であることですし。うわ、つまんなそう。もしかすると本来はそうあるべきなんかもしれへんけど。しかし、なんちゅうクソつまらん出しもんや。かーん。おこんばんは。Good evening。はーい、ゆい姉さん、いらっしゃい。毎度、いらっしゃったよ。そしてなんと、今日はゆたかもいるんだよ。こんばんは。おー、ゆうちゃん、久しぶりだね。久しぶりだね、こなたお姉ちゃん。まあ、堅苦しい挨拶はいいからさ、姉さんみたいに好きなだけくつろいでよ。ありがとう。あー、ゆたか、私ビールね。お姉ちゃん冷蔵庫勝手に開けていいし、これくらい好きにくつろいでもいいんだよ。でも、いいんだってば。ところで、今日はどうかしたの？その、私、こなたお姉ちゃんと同じ療養を受けようと思って。おー、そっか、ゆうちゃん頭いいもんね。いいけどさ、それ、自分に対しての褒め言葉にもなってるよね。いや、なるほど、それで先輩の私のアドバイスをということなのだね。うん、そっか。それにしてもゆうちゃんももう受験生か。勉強大変でしょ。そんなことないよ、疑問があればその日のうちに解決するようにしてるし。疑問といえば、私も今日ちょっとした疑問が湧いたんだよ。あ、何？友達と台風について話してたんだけど、うん、ふむふむ、その年に来た台風を家族と見立てて台風一過っていうのかと思ってたんだけど、それって違うのかな。あははは、こうなんかばっかで、一過だけに一度に複数来た台風のことでしょ。そんなの常識じゃん。お姉ちゃん、それ違う、通り過ぎることを一家って言うんだよ。うわ、姉としての威厳が、先輩としての威厳が。文化祭にはコスプレを、それ以外でもコスプレを。文化祭ってやっぱり楽しいよね。そんなにはしゃぐほどのことじゃないでしょ。やっぱりお祭りは楽しいよ。なんだかこう、ふわーって気にならない？わからなくもないけどね。でもさ、結局うちも喫茶店、鏡のクラスも喫茶店、芸がないよね。そりゃコスプレ喫茶でバイトしてるあんたからしてみれば、
制服にエプロンなんて芸がないのかもしれないけどさ。いやいや、それはそれで芸がある。芸というか萌えがある。萌え？簡単に説明すると、あ、みゆきさん。はい。ちょうどいいところに。ちょっとその場でくるっと一回転してもらえないかな。回転？こうですか。うん、そう。さすがみゆきさんだね。スカートを翻しつつも下着が見えないくらいがちょうどいい。下着？待て待て、あんたそれは萌えとか言うのじゃなくて、単なる中年親父のセクハラじゃないのか。おい、わわわわわわわ。さて、私もそろそろクラスに戻らなきゃ。もうそんな時間？コナちゃん、私たちも交代の時間になるよ。めんどくさいな。遊んでばっかいないで、少しはクラスに貢献したら？私も売り子変わらなくちゃいけないから。もう行くわね。お、そっか。何？鏡、コスプレするってことだよね。それは見たい。ぜひとも見なくちゃ。つかさ、私クラスの仕事サボるから。え？ダメだよコナちゃん。っていうか来るな！お前には絶対見せてやらん。ケチケチしないでさ、得るもんでもないし。やっぱお前はセクハラ親父だ。よし、みんな真面目に楽しんどるか。意味が分かりにくいですよ先生。ま、そんなんええから、ほれ、はよビール持ってきてえな。ビールなんてありませんよ先生。なんや、ゆうずの聞かんこっちゃな。でも本当に。冗談や、そんなん真面目に返されてもな。ん？そうなんですか。ダメですって。関西人のエグサは、つかさみたいな無添加少女には怖いんですから。何言うてる。うちかて生粋の関西人じゃないで。え、そうなんですか。言うてなかったっけか。これでも神奈川生まれなんや。へえ。それでも先生のエグさが変わるわけじゃないですけどね。はっはっは。さて、歯食いしばれ泉。ギブギブ。仕事はどうしたの？今日は休み取ってたのだ。なんでまた。本当は豊がここの文化祭来たいって言ってたんだけど、体調崩しちゃってね。あっちゃー、そっか。ゆうちゃん体弱いもんな。それでどんなもんかと私が見てきてくれと頼まれたわけさ。ほほー、しっかりとお姉さんしてるわけだね。よっしゃ。まあそういうわけだから、まずはビールね。ごめんゆい姉さん、そのネタ今使われたばっかり。なんと、高校の文化祭で酒を要求するアンポンタンが。アンポンタン言うな。おや、あなたが同じネタを使うパクリさんですか。使ったんはうちの方が先やけどな。ところで泉、こちらさんは。私のいとこです。警察屋さんで交通課勤務のゆい姉さん。ゲイが高校の文化祭で酒を頼むか。こなた、こちらの派手な関西人は。うちのクラス担任の黒井先生、世界史担当。ちなみにエセ関西人。教師が高校の文化祭でいいか略。ほな一杯行きましょうか。いいですね。そんじゃこなた、私先生と飲みに行くから、あとよろしく。な、ちょ待ってってば、二人とも。珍しい、コナちゃんが手玉に取られてる。疲れた。でも楽しかったね。まあね。ちくしょう、結局鏡のコスプレは見られずじまいか。だからコスプレじゃないってば。というか、よくよく考えたら制服とエプロンくらい家でも着てるじゃない。まあそうなんだけどね。
どうせならもうちょっと悔しがればいいもの。ねえ、そういえばさ、二人の家は神社じゃない？何をいきなり。お正月は巫女さんの格好したりするの？うん、結構忙しいからお手伝いでね。するとしないではお年玉の額が変わったりしそうでね。まあ変わらなくても手伝いするんだけどさ。まさかそれまでコスプレだとか言わないわよね。いや、実は今年は私も巫女の格好することになったんだよ。は？何よそれ。うん、バイト先のコスプレ喫茶でね、お正月に巫女さんの格好だと時給が 1.5 倍になるんだよ。よっちょそりゃ。ふー、それじゃあお揃いになるね。だからさ、よかったらそっちにもバイトに行くよ。来ないでいいから。いや、ほんと来ないで。冬のコミフェには新キャラがよく似合う。おい、イズミ。なんでしょう、先生。なんでうちがコミフェ会場なんぞにおらなあかんねん。それは人手が欲しいからです。今回は鏡と司に逃げられてしまったので。担任教師を使いっぱりする気か。その代わり先生の欲しいものも買いますから。同人誌なんといれ。それにそこな。はい。こんないかにも弱っちそうな子を連れてきてどないすんねん。私もどうして連れてこられたのか。一応今は受験勉強中なのであまり時間を取られるのは。しかも受験生か。泉、お前。大丈夫です、これは社会勉強の一つですから。鬼やなお前。しかも。そんじゃコナタ、私仕事に戻るね。ユタカ、気分悪くなったらすぐ携帯に電話すんだよ。うん、ありがとうお姉ちゃん。でもいいの？あ、いいのいいの。ちょうどいい感じでパトロールしやすそうなところだしね。その辺で待機してるからさ。それじゃあゆい姉さん、帰りもよろしく。あよー、じゃあまた後でね。なあ、身内が警察官の場合パトカーをタクシー代わりに使ってもええんか。ゆうちゃんちょっと体が弱いですから、いざという時のためにもゆい姉さんには近くにいてもらった方がいいかなと。だから。そんなら何で連れてきとんじゃ。どうすれば。さてと、先生には外周大手を回ってもらうとして、こっちは中堅どころを回ろうかね。それにしても人だらけ。一体みんな何やってるの？だから自主制作漫画とかゲームを売ってるんだってば。オタクの基本事項だからゆうちゃんもよく覚えておいてね。うん。で、覚えなくちゃいけないの？まあそれはおいおい。違います、これは許されるべきではありません。なんだ？あ、すごい、外人さんまでいるんだね。いや、外人さんは珍しいね。しかも何をあんなに叫んでるんだか。いけません、このカップリングはどう考えてもノンノン間違ってば。うわ、カップリング問題か。ねえお姉ちゃん、喧嘩になっちゃうんじゃないかな。止めないと。あれは当人たちの問題だからあんまり口出しするのはな。それにあんまり口挟むと厄介だし。言ってるそばから。もう、レスカラー、受けと攻めのキャラが、しかもボーイズ。なあ、ジャンルが合わないんだよな。はい。おお、キュッカー、あなたも私と同じ意見ですか？あ、いえ、それはわからないんですけど。は？喧嘩は良くないから、その…喧嘩じゃある
ません。この方たちに正しいカップリングのあり方を。はいはい、落ち着いて。あん、なんですかあなた。いやおせっかいだとは思うんだけどね。ただカップリングに関しては人それぞれ好みがあるからさ、自分と同じ思考の方を見つけて楽しんだ方がいいんじゃないかなと。ということです。はい。なるほど、それは確かに。じゃあ、それじゃあ私の好みのカップリング一緒に探してくれますね。 Thank you, thank you, thank you。 え？私もいろいろと買いに行きたいんだけども。私はパトリシアと言います。パトリシア・マーティン。パティと呼んでください。あ、私は小早川豊と言います。よろしくお願いします。うん、泉コナタだよ。ユタゲ&コナタね。国は違えど同じアニメーションファンズとして仲良くしてやってくださいませ。アニメーションファンズ、日本語的に言うとオタクってことです。そうなんだ。はあ、なんだかすごいキャラとのフラグが立っちゃったみたいだな。よろしくお願いします。フラグ旗。おー、さあまずは東館を制覇します。ですよ、レッツゴー。私も疲れましたが、ともかくお疲れ様です先生。ささ、こちらのアイスキャンディーをどうぞ。アイスよりもビールが欲しいな。それは私では買えませんので。ま、しゃあないわな。ところで、もう一人のちびっ子は大丈夫やったんか。ああ、それならあっちで。言ったか、しっかり傷は浅いです。ただ疲れただけなので、そこまでは。ねえルーナ、ねえルーナ、寝たら死にます。です、です、です。それって雪山、寒くはないから大丈夫なんじゃないかな。いえいえ、この雪崩のような人並みに飲まれて。なんや、物事楽しそうやな。はい、私もどうしたらいいか皆目見当がつかないです。新年に願いを、巫女さんに願いを。鏡、司、来たよ。ゲッ、こなた何しに来たんだよ。そりゃもう、鏡たちの巫女服を見にね。本当に来るとは。でも、別にコスプレとかじゃないわよ。仕事なんだからね。はいはい、わかってるって。まったく暇なんだから。それより、明けましておめでとう。明けましておめでとう、コナちゃん。今年もよろしくね。明けおめ。答えろ！特にうちの豊かを答えろ！お姉ちゃん。おめでとうございます、なるみさんと。その子は？あの、はじめまして、小早川豊と言います。前にちょっと話したことなかったっけ？私のいとこだよ。あー、うわー、ちっちゃいね、かわいいね。すみません。別に悪くはないわよ。ところで何年生？はい、3年生です。へー、ずいぶんとしっかりしてるのね。そんなことは。いやもう、豊が寮を受けるって言うから、姉妹揃って生徒で巫女さんのいるここにお参りに来たってわけさ。お姉ちゃんってば、恥ずかしいよ。私たちもなんだか恥ずかしいな。ね、お姉ちゃん。小学3年生？小学生じゃなくて？ちっちゃいわね。さす
すがコナタの親戚。遅いなぁ。あれ、コナちゃん帰ったんじゃなかったんだ。ゆい姉さんたちは帰ったよ。でも私の方はもう一人案内してあげないといけない子がいて、ここで待ち合わせしてるのさ。へえ、珍しいじゃない、あんたがそんなことするなんて。うん、そうだね。なに、もしかして男だったりして。そんなわけないじゃん。そりゃそうよね。もうお姉ちゃんってば。それじゃあ、そうだな、外人だったりして国際交流、日本文化を教えるために初詣を一緒にとか。鏡。そんなわけもないっか。はーい、こんなんだ、ハッピーニューイヤー。当たりだよ、すごいね。はい、ごちそう。なぜかいきなり国際交流。おい、これがミコ服、ファンタスティック。さすがはコーナーだ、ニューイヤーからコスプレイヤーとオフ会ですね。コスオフ会。今日はお呼びくださいまして、誠にありがとうございます。私パトリシアと言います。コナータとはオタクフレンドね。フレンドです。巫女服萌え萌え。コナータ。あ、そうそう、鏡。な、何よ。今夜パティと一緒に小上明のニューイヤーライブ行くんだけど、一緒に行く？小上明？前にも聞いた名前ね。アイドルかなんか？うん、アニメ主題歌とかを歌って。勝手に行け！たくもう、こなたのやつめ、ただでさえ仕事で疲れてるってのに、ものすごい個性的なの連れてきて。はぁ、あ、お姉ちゃん、お父さんがそろそろ上がってもいいって。そっか、助かる。鏡さん、司さん。あ、みゆき。明けましておめでとうございます。おめでとう。みゆき、その振り袖ものすごく綺麗だよ。うわー、すっごいね、それ。そんなことは。こらこら、そういうしょうもないこと言わないの。てへへ。みゆきさん。あ、すみません、お待たせしてしまいましたか。いえ、それほどでは。あれれ、ゆきちゃん、その子は。はい、近所のお子さんで仲良くさせていただいているみなみさんです。はじめまして、岩崎みなみです。こんにちは。はじめまして。あと、あけましておめでとうございます。はい、おめでとうございます。実はみなみさんが両王を受験されるということで、こちらに初詣させていただこうと。え、そうなんだ。さっきも同じようなことを言ってた子が。はい。ああ、みゆきの友達なら私も大歓迎よ。ありがとうございます。そういえば、コナちゃんのいとこちゃんも両王受けるんだって。もしかしたらお友達になれるかもしれないね。そうなんですか。そうなるといいですね。はい、ありがとうございます。落ち着いた子だな。とても中3には見えな。特にさっきの豊かちゃんと比べると、とても同い年には見えない。入学試験の先には、春の新番組、カッコアニメ、カッコ閉じ。入試、終わった。これなら大丈夫、かな。私頑張ったよ、ゆいお姉ちゃん、こなたお姉ちゃん。緊張、解けたからかな。気持ち悪い。ダメ、倒れ。大丈夫ですか？顔色が悪いです。
保健室一緒に行きましょうか。ありがとうこ、う行きましょう。おぶさりますか。いえ、遠慮しなくてもいいです。じゃあ肩を。はい。保健室すぐそこみたいですから。はい、すみません。困ってる子は放っておけないですし。ありがとうございます。どうぞ横になってください。はい。あ、でも少し良くなりましたから。いいえ、少し安静にしていた方がいいです。優しい人だな。制服見たことないから。受験生だよね。大人っぽいな。綺麗な人だな。はい。あの受験生の方ですよね。はい、そうです。私もそうなんです。でも同じ学校から受ける人いなくて心細くて。本当に助かりました。え？はい、何でしょう。なるほど。何が？確かに今ここにいるということは受験生、そして同学年ということですね。ああ、すみません、ちっちゃくって。こちらこそごめんなさい。お互い受かっているといいですね。そうですね。っていうことがあったんだよ。うわぁ、それはもう運命の出会いだね。まるで少女漫画のようだよ。それで、その人どこの誰さんだったの？うぐ、それが、ん？名前を聞きそびれちゃって、もう、ゆう。はぁ、その辺も、まさに王道の少女漫画っぽいね。そういえばさ、あんたのいとこ、ゆたかちゃんだっけ？受験の方はどうなったの？うん、うまくいったみたいだよ。そうなんだ、よかったね。それで、この春からうちに住むことになるんだ。はぁ？なんでまた？家が遠いんだよ。うちは部屋も余ってるし、ゆい姉さんもちょくちょく来るし。まあ、問題ないんじゃないかってことで。それじゃあ家族が増えるみたいな感じなんだ。楽しみだね。あら、何のお話ですか？うん、コナちゃんのいとこちゃんがうちに入学決まったらしくて。まあ、それはそれはおめでとうございます。いやー、私がおめでたいわけでもないんで。みゆきの友達も受けたんだよね。どうだって？はい、みなみさんも大丈夫だったようですよ。そっかうちの神社のご利益かな。そうですね。うちの神社といえば、コナタ、お正月に来てたあの外人さんは？ああ、パティね。今は国に帰ってるよ。冬休みの日本旅行ってだけだったみたいだし。コナちゃんに外国人のお友達がいるなんて思わなかったからびっくりしたよ。外人さんですか？どこでお知り合いになったのですか？コミフェ会場。つまりコナタの同類ってことよ。外国にもアニメや漫画のファンがいるのですか？いるよ。特にアメリカとフランスには多いかな。言葉の壁もあるでしょうに。楽しいかもしれませんが、ちょっと大変ですね。それがさ、向こうが日本語話せるからコナタは何の苦労もしてないのよ。失礼だな。少しは苦労してるよ。何をよ。春からの新番組についての詳細を教えてくれとかってメールが毎日のように来るんだよね。漫画単行本の発売状況とかラジオのエアチェックまでさせられてて、もう大変。
いつも好きでやってることじゃない。それなら別に構わないんじゃないの？でも結構趣味の範囲が違ったりするしね。ネタが被ってるところのはいいんだけどさ、めんどくさがりだな。似たようなもんなんでしょ？せっかく友達になったんだから仲良くしてあげればいいじゃない。そうなんだけどね。でもアニメだって全部は追い切れないし。ああ、いっそ留学でもしてくれれば楽なんだけどな。まったく本当にズボラだな。春、新たな出会い、新たな生活。おーい、カガミ、つかさ。おはよう。おはよう、コナちゃん。おはようございます、カガミ先輩、つかさ先輩。ゆたかちゃん、おはよう。いやー、先輩ってなんだか神聖な響きよね。うん、なんだか偉くなった気分がするよ。これからどうぞよろしくお願いします。こちらこそよろしくね。もしコナタにいじめられるようなことがあったら私に相談してくれればすぐに解決してあげるからさ。どっちかっていうと鏡の方がいじめっ子キャラだよね。ふんだ、行こう、ゆたかちゃん。気にしないでも平気だよ。皆さん、おはようございます。おはよう。おはよう、みゆき。あと、岩崎さんだっけ。おはよう。おはようございます。初詣の時はありがとう。あなたはえ、あなたはあの時の、あ、えっと、もしかしてゆうちゃんが言ってたのって、そう、この人だよ。うわ、すごい奇遇です。みなみさん、もしかして前にお話ししてくれた。はい、そうです。あなたも合格していたのですね。よかった。ありがとうございます。嬉しいです。あ、話が見えないけど、とにかく二人は知り合いだったみたいね。うん、ゆうちゃんの命の恩人らしいんだよ。はい。それは少し大げさです。いえ、それくらい嬉しかったということで。まあ、それにしても世間は狭いですね。そうだね、ちょっとびっくり。こんなことなかなかあるもんじゃないわよ。二人ともラッキーだったわね。そうですね、運がいいのかもしれません。私はもちろんラッキーです。ぜひ友達になってください。はい、こちらこそよろしくお願いします。よかったね、ゆうちゃん、早速友達が。Excuse me? もしかしてコナタ and ユタか？出た、なんか出てきた。パトリシアさん。 Yes! お久しぶり and nice to meet you。 なんでパティがここに。しかもなんでうちの制服着てるの？はい、私、寮に留学しに来ました。今日からここの1年生です。パトリシアさんも1年生だったの？そうですけども。もしかして、ユタカも1年生だったのですか？それはそれは、日本人はファンタスティックですね。いや、ここの家系は特に小さいだけだから。なるほど、それはともかく、ミコ先輩もご一緒ですね。よろしくお願いします。ミコって言うな。なんだかすごいことになりそうな気配が。いや、本当だね。あんたが偉そうに裏付くな。どうかしましたか？やっぱり中学と高校って全然違うんだなぁと思って。そうですね、給食もありませんし。あ、そっか、明日からはお弁当なんだ。
私の母校はもともと給食がなかったのであまり変わりありません。そうなんだ。 Yes、 カフェで低価格のランチがありましたから、それを給食と呼べなくもなかったですけれども。なるほど。国によって学校形態も違いますからね。私、日本の学校の方が好きです。そうですか。それにしてもパトリシアさんは日本語が上手ですね。アニメや漫画でベリーベリー勉強しましたからね。漫画。こなたお姉ちゃんと気が合うわけだね。私は少し喋れるので、わからないことがあったら英語で話してもらっても大丈夫ですよ。 Thank you みなみ、ご好意ありがたく受け取っておきます。私はそんなに喋れないから。了解です。でもお弁当は一緒に食べようね。 Yes、 楽しみですね。はい、うん、私もみんながどんなお弁当持ってくるのか楽しみだよ。というわけで、岩崎さんとパトリシアさんと一緒にお弁当する約束しちゃったんだ。そっか、一緒のクラスだもんね。よかったね。うん。あ、それでね、お弁当っていつもどうしてるのかな。私あんまりお料理得意じゃないから。そうだね。こなたお姉ちゃんは料理得意だもんね。私もお手伝いするけど、邪魔になるだけかもしれないから、どうしたらいいかなって思って。いや、手伝ってくれると嬉しいかな。ゆうちゃんも将来を考えれば料理できるようになってた方がいいだろうし。そうだね。私、頑張ってお手伝いするよ。頑張ろうね。しまった。これからは真面目に作らなくちゃいけないのか。朝起きるのつらいなぁ。とほほ。頑張るぞ。友達の優しいさ、家族の厳しいさ。というわけで、最近いい姉でいるプレッシャーというものが分かるようになってきたよ。またわけのわからないこと。確かに鏡は家事できないからわからないかもしれないけどね。やかましい。コナちゃん、それゆうちゃんのことで？うん、ほらあの子ちょっと体弱いから、いいお姉ちゃんでいてあげないとって思うことが多くて。そうね、やはり妹分にはお姉様と呼ばれてなんぼですからね。あれ、パトリシアさん。はい。どうしたのパティ、ここ3年の教室だよ。いえ、ユターカが体調崩したので、お知らせに馳せさんじた次第にて。パトリシアさんって時々妙な日本語になるわよね。うむ、アイスマンことにて候。今時代劇漫画にハマっておりましてな。私が貸したんだよ。古文の授業もあることだし、勉強するにはちょうどいいかなと思って。時代劇漫画じゃ古文の勉強にはならないわよ。あ、それは残念。でも漫画自体が面白いので、それはそれで OK です。ゆうちゃんのことを心配してあげた方が。あ、忘れてた。あんたにはいいお姉ちゃんでいるのは無理なんじゃないかな。いつもいつもご迷惑をおかけしてすみません。いいえ、友達が体調を崩せば心配するのが当然ですから。ありがとうございます。あとは寝ていれば大丈夫なので。はい、でも昼休みの間はここにいます。ありがとうございます。ゆっくり休んでください。
かにしてもらえますか。あ、ごめん。みんな、アミの方がお姉さんみたいですね。パトリシアさん、泉先輩だって小早川さんを心配してるんですから。sorry. いいって。それじゃあ、あとは私がついてるから、二人はもう戻ってもいいよ。いえ、昼休みの間はここにいると約束しましたので。私も残ります。二人とも。私も、ゆたかにお姉様って呼んでもらうために、面倒見るのです。一瞬感動しそうになった自分が恥ずかしいよ。お姉様と呼んでもらうのは私に決まっていてよ。なんですって。それならば妹分をかけて勝負です。何の真似なのかは知りませんが、静かにしてくださいと言ってるんです。すみません。とまあ、この時代は様々な文化があったわけやが、それじゃあこの問題を、泉、寝てませんよ。まだ何も言ってへんけどな。そっか、寝とったんか。水バケツ持ってどうか立っとるか。そんな全時代的な罰は遠慮します。ほな、真面目に授業受けたらんかい。はい、伝書いたします。伝書って、お前立っとれ。でっかいあくびね。喉まで丸見えよ。いや、最近ちょっと朝が早くて。そうなんですか。ゆうちゃんとお弁当作ったりしててね。へえ、ちゃんとお姉さんしてるじゃない。でもまあ、体が弱いってこと以外は結構しっかりしてるからさ。そういえば岩崎さんもすごくしっかりしてるっぽいよね。はい、彼女は何も手がかかりませんね。年上としては少し残念でもあるんですけど。それじゃあ案外司が一番手がかかるんじゃない。鏡だって家事できないじゃん。仲良し姉妹飲み友達。みなみさん、そろそろ学校には慣れましたか。はい、おかげさまで友人もできましたし。よかったですね。あの方たちとならお弁当も楽しいでしょう。そうですね。私もつい楽しくてお弁当をたくさん作ってしまうんですよ。みゆきさん。はい。今日身体測定ですよね。ああ、そういえばそうでしたね。大丈夫ですよ。男子と女子はちゃんと分かれていますから。いえ、そういうことではなく。はい。いえ、何でもないです。悩みがあるのなら遠慮なく相談してくださいね。ありがとうございます。みなみさん、私の胸に何かついてますか。身体測定。あ、ニュイネ、どうかしましたか、ユタカ。だって体重とかスリーサイズとか調べられちゃうんだよ。私見ての通りのミニサイズだから。なんだ、そんなことですか。パトリシアさんはスタイルいいから気にならないかもしれないけど。まったく。大丈夫ね。ユタカは相手を選ばなければ重要バッチリ。税率 25%、 ユリカゴから墓場まで。妹キャラとしての属性を全て持ってますから。属性？ちら
みんな、みもね。え、何が？スレンダーなのは魅力の一つです。私が昨日やってたゲームでも、He knew what status だと言ってましたから。どんなステータス？そんな、ゲームの言葉を真に受けられても。はぁ、やっとご飯食べられるよ。私も、もうお腹ペコペコだよ。何？もしかして朝ごはん抜いたりしてたの？まったく乙女だね。うっさいな！いいでしょ？でも鏡さん、一日何も食べない程度では体重は特に変わりませんし。え？そうなの？はい。それに無理に食事回数を減らして一度にたくさん食べるようにすると、その方が体重は増えやすくなりますから。大丈夫よ。それならここで一気に食べなければ。今日もたくさんお弁当を作ってきてしまったんですけど。リムちゃん、自分は余裕な体験してるからと思って。え、そんなことは。はぁ、やれやれ。どうして体重のことくらいでそんなに騒げるのかね。でもやっぱり気になるよ。そんなこと気にするくらいなら、今夜の野球中継がどれくらい伸びるのかを気にしてないとね。録画時間の問題があるからさ。そう、コナちゃんは変わらないね。まったくよ。あんたももうそろそろ受験や進路のこと考えた方がいいんじゃないの？そういえば私たちももう最上級生なんですね。なんだか自覚がないというか、実感が湧かないというか。進路ね。まあその時の気分で。ダメ人間一直線だな。大丈夫大丈夫、なんとかなるもんだって。それじゃテストや宿題も自分でなんとかしなさいよね。みゆきさん、助けてプリーズ。え？あ、はい、私でよければ。ゆきちゃん、それだとまたお姉ちゃんに。甘やかしだ！にゃーん、鏡も甘やかして。ぬはははキモいキモい。にゃはははははたくもう、早速実力テストもあるんだからね。うわ、そういえばそうだったっけ。平気だって、私山春の得意だし。でも実力テストは範囲が広いですから。うわ、それじゃあまずは。なあ、なるみさんや。ええ、黒井さん、うちら出番少ないよな。ですね。でもまあ、そういう愚痴をこうやってお酒飲みながら話せるのは私たちだけですし。子供たちメインの話やからな。うちら大人やから出番は少ない。しかし大人やからこうやって飲むこともできると。まあ男性キャラの扱いに比べればマシなんじゃないですかね。そりゃそうかもしらんけど、それにしたって男がおらんからこうやって女同士で飲まなあかんっちゅうのはな。あ、いや、まったく、彼氏の一人でもいりゃこんなこともないやろに。お互い一人も寂しいな。あははは。え、あ、いや、あの、あ、あ、あはは、あはは、なんでもないなんでもない。ほら、グラスが空いてますよ。おっとっと、これはすんませんね。じゃ、お返しに。新赴任してるだけで実は既婚者だなんてとても言えない。おまけで街へ出てみよう。こんなあんた遅いですね。は
いたパトリシアさん。ユタが？ごめんね、遅くなっちゃって。いいえ、それよりこのあなたはどうしたんですか？実は風邪ひいちゃってね。それで私が知らせに。ついでにいろいろ買い出しにね。そうですか。ユイまで借り出さずとも電話してくれればよかったですのに。こなたお姉ちゃん、携帯電話どこにしまったか覚えてないって。あおち。それでさ、こなたはパトリシアちゃんと買い物に行く予定だったんでしょ？代わりに豊かと私が付き添ってお買い物に行こうかと。ダメかな。私は OK ですが。買いに行くのはアニメグッズやゲームですけど。 Are you alright? Yes! Let's go! うん、私も構わないよ。パトリシアさんやコナタお姉ちゃんが好きなものなら私もきっと好きになれると思うし。そうですか。それならば早速行きましょう。今日一日でユタカを真のオタクにして差し上げます。それはちょっと違う。ところでこのあたの風邪は大丈夫なのですか？平気平気、単なる夏風邪だし。夏風邪は治りにくいんだけど。それにほら、バカは風邪ひかないって言うじゃない。なるほど、さすがはパースウーマン、頑竹のある奥トムです。2階から目の注意。違う、なんだかいろいろと違う。あ、岩崎さん。ハロー、みなみ、奇遇ですね。ええ、本当に。小早川さん、パトリシアさん、こんにちは。なるみさん、ご無沙汰しています。おう、こなたのお友達か。いやいや、ご無沙汰。あと、その子は確か豊かを助けてくれたっていう。いえ、そんな。いやいや、人情髪の毛のごとく細く切れやすい世の中だからね。みなみちゃんは大したもんだよ。お姉さんびっくりだ。大したものですよ。Kさんに言われるとなんだか切ないですね。その前に言い回しが微妙に違うところを指摘した方が。みんなみたちもアニメグッズ買いに？いえ、ちょっとパソコンが欲しくて。それにしても随分と人通りの激しい通りですね。それにあちらこちらの店頭でテレビが。あれは何ですか？ゲームのデモムービーやアニメの CM ムービー、そしてあとはゲームのテストプレイスペースです。へえ、あたしもこういうところは初めてだ。あれ、どっかで見たことのある人ね。みゆきさんの担任。もしもーし、黒井さん。おお、なるみさんやないですか。それにまあ随分と引き連れて。今日は私が引率の先生みたいなもんですよ。おや、泉の姿が見えんな。バカなのに風邪ひきました。そうか、そりゃまたかわいそうにな。バカ呼ばわりまでされて。先生もショッピングですか？いやあ、うちは単に暇つぶしにな。たまにはシューティングでもと思ったんやけど、最近のはどうにも戦略性がなくてな。弾ばっかりありゃいいっちゅうもんでもなかろうに。世代によって好まれるゲームも変わってきますからね。そりゃそうやな。無邪気なところがこっつ腹立つな。そっか、みんなに会えたんだ。大丈夫？まあなんとか。パティ
キに悪いことしたなぁと思ってたから。でも、楽しく過ごせたみたいでよかったよ。うん。それにね、夕方、路上ライブっていうのがやってて、パトリシアさんものすごくはしゃいでたんだよ。路上ライブ？うん。パトリシアさんが言ってたんだけど、何かのパーソナリティとか、アニメの主題歌を歌ってる人だって。なあ、誰？その人、名前覚えてる？確か、小上明って言ってたかな。マキぞ、シークレット、そんなイベント情報聞いてないよ。そうだったんだ。それなら無理してでも行けばよかった。せっかくの生アキラが。生ってくそー。始まるぞ、マスよ。またそれか。んじゃあ、三年 B 組。それも同じですよね。うん。あんた成長してないのは身長だけじゃないわね。うん。三年生ももうすぐ終わりですね。この季節になると、そこはかとなく、学園生活を振り返りたくなりますよね。うん。みゆきさん、なんと無センチなお言葉。そうですね。この両王学園という学び屋とも、ついにお別れですね。うん。この教室、この机、すべてに思い出が刻まれているのよね。てかさ、ここ3年 B 組だから、鏡は C 組だからさ。なぜだか、アニーな鏡なのであった。じゃあさ、いっそ振り返っちゃう？学園生活をさ。うん、そうですね。それもいいですよね。じゃあ、始まるぞ、マスよ。最強キャラ。皆さん、静かにしてください。ホームルームを始めます。なんや、小学校みたいやな。進行できません。みゆきさん、私たちは人の言うことを黙って聞いてるだけの枠にはまった大人になりたくないんだよ。黙れと言われて黙るような。おお、泉、今いいこと言った。ちょ、お前ら、いい加減に。はい、それはとても良い心掛けだと思います。では、議題に沿った意見を思う存分語っていただきましょう。あれ、みゆきさん怒ってる？顔は笑ってるけど、もしかして怒ってる？なんとなく。かなちゃんどうしたの？なんか変な匂いしない？そうですか？気になりませんが。私もしない、と思うけど。なんか匂うんだけど、どんなーとか、どこからーとか、はっきりしないんだよね。こういう時、犬さんならわかるかもね。確かにそうですね。みなみちゃんちのチェリーちゃんなら。犬の嗅覚は人間の1万倍だそうですよ。1万倍って言われてもピンとこないね。すごそうなのはわかるんだけど。そういうの聞くと、誰かどうやって調べたんだとか、その数値はどうやって出たんだとか思わない？確かにそうですね。あとさ、歴史小説なんかで、信長は心の中で小さく叫んだとか、その心の声誰が聞いたのとか。幽冥の魔法。というわけで、ルイ16世の趣味は針と錠前作りな。コナちゃん、コナちゃん。ここんとこ試験に出るかどうかは分からへんな。授業中。ありがとう、つかさん。見つかったら怒られちゃうよ。いやー、毎回眠らないように気をつけてはいるんだけどさ、意味のわかんない言葉をずっと聞いてると、スリープの呪文みたく聞こえてきて。ああ、私も数学とかそうかも。音形、同レベル。
日は一日中雨で憂鬱でしたと。おお、日記書いてるんだ。どうしたの鏡。いや、憂鬱なんて難しい字よくすんなり出てきたなぁと。ああ、これね。漫画やアニメで使われる文字って難しくてもシャラリと頭に入るから不思議だよね。わかりやすいな。そういえばコナタって両利きなんだよね。そうだよ。両方の手で字とか綺麗に書けていいな。うへへ、いいでしょう。元の字の下手さを考えるとあまり得って感じはしないけどな。なんで書いてるのか読めないぞ。自分が読めればいいんだよ、鏡。はいはい。この先の過ごし方、前もって。ああ、進路どうしよっかな。まだそんなこと言ってんのか。そろそろ決めた方がいいかもしれませんね。みんな決まってんだよね。当たり前だ。はい、照準は絞った感じですね。私もそれなりに。確か、くぐみが法学部で、みゆきさんは医学部で、つかさは料理関係だっけ？うん。なんかもう、ここまで揃ってると、そんなみんなにパラサイトして生きていきたい。また何かよからぬことでも考えてんでしょう。別に。あ、くぐみは弁護士志望か。あ、まあ、一応ね。な、何よ。その折にはよろしくお願いいたします。その折ってなんだ、やらかす気満々か。壊れたデッキ。ヒュー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 ねえ、さっきの何？うるさいな！ちょっと忘れただけだよ！あなたにラッキー。昨日家族でカラオケ行ったんだけどさ。ご家族でカラオケなんて羨ましいですね。うん、楽しかったよ。最近はゲームの主題歌なんかも普通にあるのね。ああ、前から超有名タイトルはあったけど、最近はマイナーなやつもあるんだよ。そうなんですか？最近はマイナーなやつもあるんだよ、鏡。へえ、何が言いたい？おっと、そういえば今日も本屋に行かなくちゃ。義務なのか？よっこいしょ、意地バグっちゃったっと。パクられたよ。あれ、コナちゃん、同じ本ばっかりだよ。はは、さては。うん、また欲しい懸賞があってね。まったく、ようやるわ。こちらは全部同じ本になりますが、よろしいんですか？はーい。こういう買い方の時いつも思うんだけどさ。また越に行ってるとか言うんじゃないだろうな。2冊くらいならともかく、こんなにいっぱい間違えて買う人なんていないよね。わざわざ確認しなくても。確かにそう言われてみればそうですよね。うわ、嫌な客だな。それにしてもアニメショップ、この独特の匂い、この独特の空気、久しぶりにこういうとこ来ると故郷に帰ってきたって感じしない？あいにく、私はあんたと種族が違うんで。いやー、結構買い込んだな。重くて大変だからエレベーター使っちゃおっか。あ、少し持ちましょうか。うん、私も手伝うよ、こいといちっと。まったく、あんたはいつも買いすぎだ。ずんずんずんどこきよし。大丈夫だって、体重が重いからじゃないって。わかってるわかってるわ。でもなんかね、妙に悔しいというか恥ずかしいじゃない。一人ぼっち、共に落ちる。それにしてもさ、
冬は体重落ちにくいけど、でもあまりハードにすると続かないのよね、ダイエット。かがみは言うほど太ってないんだからいいじゃん。ダイエットはパートナーを作って二人ですると怠けたりせず効率がいいそうですよ。おお、いいわね。ん？パートナー？つかさは関心なし、みゆきはその必要なしだし、こいつは幼児体系、誰もいねえ。所詮ダイエットは孤独な戦いよ。まあお姉ちゃん、私でよければ一緒にやろうか。つかさ？つかさと私で戒め合えば、もしかして今日は宿題が多いから甘いものついつい食べちゃうね。うわ、今夜はご飯控えめにしたから、ちょっとくらいお菓子食べても大丈夫かも。うわ、いや、私たちじゃ結果が見えすぎていてダメだ。気持ちだけ受け取っておく。そう？ダイエットの道は長い坂道。I need you. ラッキーストライク。ねえねえ、今日久々にうちに寄ってかない？お、いいね。行く行く。相変わらずの部屋ね。あれ、コナタ、カレンダーめくり忘れてるわよ。ああ、それね。うん、いいの、わざとだから。え、なんでまた？カレンダーって好きな絵描きさんの月から変えづらくない？それじゃあカレンダーの意味がね。ポスターと変わんないね。そうだね。年末とかなると雑誌でも同人でもこういう絵付きカレンダーが出るけど、自分の誕生月が好きな絵描きさんだったりするとささやかな幸せ感じない？はあ。はいはい、ならないよね。わかってますよ、オタクですよ。いや、だからなんとなくはわからないでもないけど。マシンライフ、マナ娘。最近マシンの調子が今一つでさ。そうなの？ほらね。確かにそのようですね。少し遅いような気がします。今は積ん状態だね。あら、早くなりましたね。デリ状態になったっぽいね。いや、あのさ、さっきからそれは何なの？いや、うちのマシンがツンデレっ子みたいっていう。たとえ。DS ね。私的には水色って曖昧3センチなのよね。ガリガリ君カラーは私もね。やっぱ白がいいよね。白パンカラーはデフォかもね。でも私的にはズコミズカラーが。待て待て待て、あんたと話してるとなんつう格好。きっちりさん、即承諾。へえ、便利なページだね。でしょ、つかさも登録しないよ、手続き簡単だから。うん、よいしょ。はい、そのまま適当に進めば完了するよ。うん。あ、そうだ、かがみ。何？この前のテレビのさ。ん？その本の続編さ。ああ、あの、それ面白かったですか？それがさ、うん、できた。あら、つかささん、まだやってたの？利用規約が長くって。え、全部読んでんの？うん。利用規約とか全部読む人初めて見たよ。頭には入ってないんだけどね。つかさは律儀だからね。だって変なことが途中に書いてあったら困るし。コナちゃんは読んでないの？読まないよ。だいたい同じようなことが書いてありますので流し読みしてしまっていますね。ゆきちゃんも結構飛ばしたりするんだ。お恥ずかしながら最近は結構。お姉ちゃんも？まあね、でも読むに越したことはないわよね。ふふ、綺麗なとこ取りでずるいな。
うるさいな！間違ったこと言ってないでしょ？鏡も結局読んでないくせに。運任せ。なになに？優しい言葉をかけて落ち着かせる。激光して突き放す。じゃこっち。何よ、私のこと何も知らないくせに適当な言葉並べないで。ああ、こういうゲームって明らかに誘いっていうか罠があるわよね。そうだね、わかんないよね。こうゲームクリエイターの中にある理想の女性像というか、またその理想に微妙に願望と妄想が混じったものがキャラとして生まれて、そこからまた骨折したセリフが生まれているから選択肢が読めないよね。そんなこと考えながらやってないわ。コナちゃんすごいね。キラースマイル、幸せの鍵。あれ？何これ？ベル？またあんたの部屋に似つかわしくないものがあるわね。ほんと、素敵なベルですね。ねえ、ちょっと鳴らしてみていい？いいよ。結構いい音するでしょ。うん、綺麗な音色ですね。ほんとね。でも、なんで急にこんなの？いやー、そういうの鳴らしたら、どこからともなくメイドや羊が来てくれないかなーとか、ビクトリア王朝時代の正統派メイドでもいいし、膨大な借金の肩代わりしてもらって、半世紀近く無賃金で働くことになるわけだ。あんた、本物のバカだろ。複合都市、心の叫び。その通りなんですが、エネルギー充填、予備軍、空回る。必然、修正不可。って感じで、秋葉原で鏡が面白かったんだよね。そりゃあさいな。ああ、そういや、お父さんもこの前久しぶりに行ったんだけど、知らない建物や店がいっぱい建ってて、あそこも随分変わったよな。とりあえず、久しぶりに行った聖地には見えない壁があるように感じたんだが。ああ、でも基本は変わってないよ。でも今俺がこなたぐらいの年だったらもっともっと楽しめる気がするな。ねえ、お父さんは生まれ変わったらなりたいものとかある？可愛い女の子とかな。おっとん、ネットでもたまに見かけるけど、なんで？食事にしろレジャーにしろレディースデーって言っていろいろ割引されるだろう。なんか女の子ばっかずるくないか？お父さん基本的に大らかなのに妙なとこでめめしいね。あ、それにあとちょっと経てばほら、男女に関わらずシルバーってのがさ。その割引に積極的になれないのはなんでだろうな。まあ確かに女の子はありがたくはあるかも。だろう。普通に利用できるから特になんとも思ってなかったかも。ゆうちゃんもそう思うよね。コナタはずるいよな。なんで？中身は俺と同じオタクなのに女の子の恩恵受けられて。おーい。あ、そういえば明日鏡たち来るから。え？おいほい。そっか、みなみちゃんたちも明日来る予定なんだけど。それじゃ騒がしくなっちゃうね。そうなんだ。みなみちゃんたちの家に変えてもらおうかな。いやー、平気じゃない？ん？ゆうちゃん、おじさんは全然構わないから連れておいで。でもゆうちゃん、訳すとむしろ来てほしいだよ。そっちの方が嬉しい。社内で痴漢行為を働いたとして女性客が乗務員に通報。犯人は逃走しましたが、またこの手の事件だ。さすがのお父さんも痴漢とかはないよね、今までは。まあそりゃな、お父さん自宅で仕事だからな。その言い方、電車通勤だったら。いや、まさか。こりゃまた今夜あたり奴からメールが来るかな。奴って？いや、この手の事件が起こると学生時代の友人と犯人はお前だろうとか、おとなしく自首してこいって話題になってな。ああ、
うわぁ、娘からのすごい反応、思いっきり納得か。こう見えてもお父さん、昔小学校の先生を目指しててな。初耳だし。いやいや、変な意味じゃなくてな、今でこそこんなんだけど。こんなんて。前は純粋に子供が好きでな、先生になっていじめ問題とかに真剣に取り組もうとしてたんだよ。へー、おじさんすごい。なんというか、まあ本当にならなくてよかったね。本当なんだって、信じろって。いやいや、お父さんは今の仕事の方が合ってるよって意味だよ。なんか違う気が。それにしてもな。どうしたの？いや、送ったプロットが通ったんだけどな。へー、よかったじゃん。複数の案を提出したんだけどな、一番最後にパッと思いつきで書いた適当な案が採用されちゃってな。それって縦馬がってことですね。うん、そういうのってなんか寂しくないか。それまで俺が一生懸命に考えてたのは何って感じでさ。人生そういうもんだよね。あ、でもパッとひらめいたのが採用されるってことの方がすごいと思う。ゆうちゃん、ほんといい子だね。おじさん抱きしめちゃうぞ。お父さん、そうやってスキンシップとか言ってよく私やゆうちゃんにベタベタひっついてくるけどさ、ある意味痴漢みたいなもんだよね。ちわーす。なに、痴漢？あ、ゆい姉さん逮捕だ。はーい、ガシャーン。なんてね。ねえ、お父さん流の愛情表現なのに親の心こ知らずか。いやいや、今のご時世子供との接し方も知らない親もいますからね。おじさんのとこはいい傾向だと思いますよ。いい子に育ってるし。そうかな。でもね、おじさん、うちの豊かには必要以上にベタベタしたらダメですよ。わあ、なんか怖いオーラ出てるよ、ゆいちゃん。好きな数字、期待の星、引き出しの肥やし、ビッグプラン、気がかり、釣り、不意打ち、予測行動。そんじゃま今日はここまでだ。よし、先週のテストを返すぞ。やれよ。ヒイラギ、好きな数字上げてみて。唐突だな。いや、くじでさ。外れた。まったく、ヒイラギは役に立たねえよな。私のせいかよ。ミサちゃんって。私も影響されて買ったわよ。おお、サンキュー、リベンジだね。当たったら何買ってくれる？おお、ありがとう鏡、ごちそうさま。くじ買ったの？鏡、当たったらお母さんに何くれるの？ね、祭りも期待するわよね。うん、楽しみ。お姉ちゃん、なんかそのセリフ聞き飽きたわよ。祈りもそうでしょ。だってある意味デフォでしょ。ったく、どいつもこいつも。仕方ないですね。そういえばうちの母は、お母さん、そういえばこの前のくじはどうだったんですか？え？はい。ああ、あったわね、そんなの。にわかファンなんですね。買った時点で終わっていたんですね。かな、また買ったのか。懲りないな。ヒイラギはもし3億円当たったらどうする？え、まあ貯金じゃない。今のところ使い道ないし。はあ、相変わらず夢がねえな。おお、じゃああんたはどうすんのよ。1億円使って宝くじもう一度買ったらまた3億当たりそうじゃね。出たよ、どこまでも楽しようという考えが。ほんと、あんたは悩みがなさそうでいいな。はあ、あ、そうやってため息つくと幸せが逃げてっちゃうんだぜ。あ、そうか。ん？だからため息って連続で出るんだな。不幸なのが余計に不幸になって。
あんたさ、はあ、だからため息つくともういいから。で結局なんでため息ついてんだ。どうかしたの柊ちゃん。あの大したことじゃないんだけどね。まあ恋の悩みっていうかね。なにさあ詳しく話してそうろう。嘘だよ、顔近づきすぎ。こういう話題だとなんでそんなに目を輝かせて食いついてくるんだ。ちぇ嘘かよ、教えろよ。しつこいな。ひらぎ、もしかしてまたダイエットか。このお腹が気になるのか。ごめん、つい。ひらぎが怖いよ、あやの。よしよしよし。かがみ、ダイエットしてるんだって。こんなた、おんま大声で言うな。どれどれどれくらい育ったのかな。やると思ったけどね。一回拳で教育が必要か。鏡、凶暴は。あやの、この差は、これもコミュニケーションの長さの違いじゃろか。これって、これって、よしよし、よしよし。そういや、まだちゃんと紹介してないんだっけ。うん、あ。こっちがオタクのコナタ。改めて、妹のつかさ、学年トップのみゆき。チース。どうも、はじめまして。で、こっちが、ぐーたらの草壁と、その保護者のミネギシよ。おう、ちびっこ。普段はうちのヒイラギが世話になってるみたいで、こんな時期だけど、よろしくな。いやいや、こちらこそ、うちの鏡がクラスで仲良くしてもらってるみたいでよろしく。いや、クラス一緒だし、うちのだから。いや、いつも一緒にいるから、鏡は俺の嫁。ごめん？嫁！誰の嫁だ？ヒイラギちゃん、アホらしい。ヒイラギちゃん、人気者だね。え？よほど好かれてるんだね。大体、あいつらは何か間違ってるというか、所有権主張されても嬉しくないわよ。またまた、鏡は可愛いすな。おー、ヒイラギ。照れてんのか、嬉しいのか。だから、そんなんじゃ。ああ、もう、触んな。あの、妹のつかさです。こちらこそ、峰石彩乃です。よろしく。あ、この前はクッキーありがとね。美味しかった。いえ、そんな。峰岸さんも、お菓子作りが大変お上手だとか。私は趣味程度で。それにしても、宝さんって見かけによらず話しやすい人でよかった。私話しにくそうに見えるんですか。だって美人だし成績優秀だし。ゆきちゃんこう見えてもすごく親切でいい人なんだよ。なんかいい人同士が気を配り合ってる。おう、なんか汚い者同士が腹の探り合いしてるように見えね。そう、私は普通に燃えるけどね。へえ、だからさんは医者、妹ちゃんは調理師目指してるんだ。うん、峰岸さんは？私は、お嫁さんかな。ああ、綾野のはメルヘンとかじゃなくて、割と具体的な話だぜ。ぜひぜひぜひ、詳しく。お前らほんとわかりやすいな。とか言って、鏡も興味あるくせに。まあね。干される。いや、恥ずかしい話。小さい頃からこれって煮干しって覚えてたから、煮干しってこの魚の名前だと思ってたぜ。ほんとに恥ずかしいやつだな。あやの、ひらぎが、ひらぎが。まあまあ。あの名画の叫びってタイトルだったんだな。画家の名前とタイトルがごっちゃになってたぜ。へえ、そうだったの？ヒイラギも間違ってたのか。ま、なんだな、そうなんだよな。
続けて言うから紛らわしいよな。間違えんだよな。わかるわかる。ちょっとからかっただけなのにそこまで喜ばれると逆に引くな。あやの、ヒイラギは、ヒイラギは悪魔だよ。あそこに悪魔がいるよ。みんなの私を殺しに来るよ。まあまあまあ。マスコット小動物実例。梅干し、スパッ。梅干しの種を見ていたらふと思い出したんだけど、ん、好きな果物の種を自分の家に埋めて育てたら好きな果物がいっぱい食べられるのにって思わなかった？私もやったでしょ。なんだこの空気は、癒される。はあ、それとちょっとだけ似てるんだけど、夏にスイカを食べた時とかに種も一緒に飲み込んじゃったりして、お腹の中で育って芽が出ちゃったらどうしようって思わなかった？盲腸になりやすいとは聞いたけど。はあ、それ私も知ってる。かわいい。ああ、もうこの子はこれだから漫画のモデルにしたくなるのよ。話を学校でしてね。ゆうちゃんらしいね。確かにそういう種は育たないって聞いたけど、実はそうでもないよね。そうなの？夏にさ、一週間くらい実家に帰って自宅に戻った時さ、台所の排水口からにょろっとスイカの芽がだね。それは姉さんきちんとしようよ。氷壁、真面目な話は、些細なこと、ターゲット。ほんと怖いかって、体弱いな。悪気のない一言で人を傷つけることがあるから気をつけた方がいい。おお、ゆうちゃんをからかった男子を真っ二つ。冷たいけど熱い、熱いけど冷たいよ、みなみちゃん。ありがとう、みなみちゃん。私すごく嬉しかったよ。ゆたかはなんで私と仲良くしてくれるの？え？最初に助けてもらったのがきっかけだけど、うまく言えない。手を差し伸べてくれるだけじゃなくて、友達としての距離を持ってくれるのが嬉しいからかな。友達談義って改まってすると恥ずかしい。言いにくいこと聞いてごめん。他人の恥じらいは人にとっては蜜の味なのですよ。最初は何気なく差し伸べられた手だったけれど、確かに自分を理解して接してくれる人を無意識に大切に思うようになっていたかもしれない。なるほど、友達というのは作るというよりなっているものか。どうしたの？大したことじゃないんだけど、さっきみたいに改めて理由を聞かれるとね。今仲良くしている人でもきっかけって何だったっけなって考えちゃうこと多いなって。確かにいちいち気にしてないかも。そういえば田村さんとはなんでよく話すようになったんだっけ？私の場合なんというか、言うなれば密に吸い寄せられる蝶々のような感じというかですな。なんというか、いやでも何年経ってもずっと友達でいられるといいね。そうだね。なんかね、高校時代の友達って大人になって話すと一瞬にしてその頃に戻っちゃうって聞くよね。すっごくいい話な感じなのに、この二人の10年後を想像してすごいこと考えてる私って。運命のいたずら3。はあ、ダメだ。
眠すぎて効率が落ちる。うわ、ちょっとだけ仮眠取ろう。行くぞ。小林香です。キイちゃんです。ナッチです。3人合わせて。朝、仮眠のはずが爆睡。しかもしっかりベッドで寝てるし、いつの間に。はぁ、それにしても夢の中ってどうしてどんなにおかしな状況でも違和感なく見られるんだろう。なんかすごい映像だった気がする。みんなのおもちゃ、かっこ1年生編。約束の場所。やる気はあるのです。おはよう。寒い。おはよう。おはよう。おはようございます。私手とか冷えやすくて冷たくなっちゃった。ほらこんな。逆に私の手はあったかいかも。そうなんですか。はぁ、ほんとだ。みなみちゃんの手あったかい。みなみちゃんの人となりを表してるみたいだね。あれ、日本では手の温かい人こそ心が冷たいというのではないですか。え、違うよ。そういう意味じゃないよ。私が言ったのは手も心も温かいって意味で。この子必死だ。そしてそれが可愛い。ひよりん、また腐った目線になってますよ。おっと、私の手がすごく冷たいだけで、みなみちゃんの手が特別あったかいわけじゃ。みなみちゃんいい人だもん。はいはい、もちろんです。わかってるよ、わかってるって。ありがとう、豊か。きっと豊かはそれ以上に優しいから、そんなに手が冷えるんだね。なんと、これをそれ以上のフォローで返した。これだからこの二人は。狙ってないよね、狙ってないよね。ナチュラルだよね。天然なの、それとも。ひよりん、目が怖いです。眠が。大変そうだね。作家としては通らざるを得ない茨の道ですね。海の苦しみというやつでしょうか。私、今まで漫画とかってみんな楽しく描いてるんだと思ってたけど、田村さん見てるとなんか厳しそう。ん？ああ、それはもちろん楽しいよ。好きじゃなきゃやんないしね。ただ、ん？ただ好きで描くときと違って楽しんでもらおうと思うといろいろ考えなくちゃね。好きなのはもちろんだけど、それだけじゃダメっていうか、同人誌だってお金取るわけだしね。ああ、ひよりん偉いです。なんていうか、お笑い芸人がお客さんを笑わせようと苦労しているのと同じなような、ラーメン屋さんができるだけ多くの人に愛されるラーメンを考案しようとするっていうか、カレーの甘口と辛口が、わかるようなわからないような、っていうかどんどん遠くなってますね。とにかく私ももっともっと精進が必要ってことで。なるほど。とりあえず大変そうなのも分かったよ。それでお話のネタはうまくいってるの？それがちょっと煮詰まってて。そうなんだ。そういう時って何か解決法とかあるの？最終的にはトイレかお風呂かな。トイレかお風呂？トイレかお風呂。なんかアイデアがひらめきやすくって。つまり確実に一人になれる場所ってことですね。ふーん、追い詰められたら進化を発揮するってことだね。なんかそういうのってかっこいいね。いやいや、私ほんと力不足でいつもギリギリなだけで。私ふと思ったんだけど、それってさ。おお、びっくりした。どうしたんすか先輩。ただ単に怠慢なだけだよね。やればできると同じタイプ。違う、毎回頑張ってるんすけど徐々にですね。はいはい。一方、その頃。
お姉ちゃん、たまにはお肉が食べたいよ。あら、日陰ちゃん、贅沢は目よ。お姉ちゃんのアルバイトだけじゃ毎日ギリギリなんだから我慢してね。はあ、それは毎月お姉ちゃんが漫画とか同人誌をありえないくらい買ってるからでしょ。あらあら、それは食べられないけどエネルギーにはなるのよ。ならないし、食べられなくちゃ意味ないし。自分でも早く働きたいっていつも思うよ。日陰ちゃんも私みたいになれば萌えからエネルギーへ。うるさいよ。ねえお母さん、私の部屋の電球の買い置きってもうなかったっけ。あら、その引き出しに入ってない？ないから聞いてんの。祭りったらまたそんな言い方して。だってお姉ちゃん、明日までにレポート書かなきゃいけないのに、なんか私の部屋の電球一個切れちゃって、そのせいかだんだん内容まで暗くなってきて。内容が暗くなるってどんなレポートよ。もう、鏡みたいな高校生の宿題と違って大学生のレポートには色々あんの。へえ、そうですか。またもう喧嘩しないの。だってお母さん、明日までにやんなきゃいけないのに。ってまたギリギリなんだ。違う、コツコツやってきて今日が追い上げなの。だったらここでやればいいんじゃない。ダメダメ、自分の部屋じゃないと落ち着いてできないもん。つかさまはそう思うでしょ。うん、困ったね。あ、そうだ、ここの電球を外して部屋のにつければいいんだ。え、そしたらここが暗くなっちゃうじゃない。ちょっとの間だけいいでしょ。本当にちょっとなの。もういいでしょ。え、二個とも。うん、前に一個切れてて、で今日もう一個が。普通一個切れた時に買わない。っていうか祭り、あんた今までずっと電球が二個とも切れたままで暮らしてたの。ってことはやっぱりレポートに取り掛かったのは今日ってことか。いいでしょ。暗いわね、やっぱり。うん、今はまだいいけど夜になったらもっと暗くなりそう。ねえお母さん、買ってこようか電球。そうね。でもつかさ、この電球ってコンビニとかじゃ売ってないんじゃない。そうだよね。でもこのちっちゃい電球だけだとご飯の時にちょっと困るかも。さすがに祭りもそれまでには返してくるんじゃない。祈りの言う通りだといいんだけど。あれ、暗いままなの。そろそろ夕飯の時間だし。ただいま。あれ、暗いな。祭りがね、自分の部屋の電球が切れたからって。じゃあ買ってこようか。それがね、電気屋さんまで行かないと売ってないのよ、あの電球。そうか。さすがにこの状態でご飯はなんかね。ねえねえお姉ちゃん。何つかさ。ああ。キャンドルだよ。綺麗ね。うん、こういうのもなんだかいいわね。なんかいい匂いもしない。アロマキャンドルなんだよ。おお、眺むね。ごめんごめん。あれ。祭り、これ司のアイデアなんだよ。誰かさんがちっとも返しに来ないからさ。へえ、いいね。あ、そうだ、どうせだったらさ。ほら、これも使ってさ。それってバースデーケーキについてたろうそく。うん、小さくて可愛いじゃない。バッチグー。なんかここにお料理並べると高級レストランみたいね。そうだな、雰囲気あるな。それにしてもちょっと並びすぎじゃない。誰かさんの誕生日ケーキじゃないんだからさ。うるさいな、鏡は。居酒屋にて。ああ、それにしてもなんでうちには出会いすらないんや。えな、
警察官は男の方が多いんやろ。うわぁ、辛味酒か。そうですね。でも私、まあ毎日のように出会いもあるわけやな。っていうか私結婚してるんですけど。まあそうですね。でも私、そうしたら選びたい放題やな。少しは人の話聞いてください。まあな、カスがおればええっちゅうもんでもないわな。これがそうですよ。なんでどうしてるのかな私。でもなあ、数がおればやっぱり人も多いやろ。誰かええ人おる？あ、いえ、ですから私。うわー、その目はより好みしてる人の目です。はい。もしかして自分モテたりして？ですから、実は私、実は私モテモテなんです。感じ悪い。友達なくすでって一人で笑って一人で怒ってる。でも世の中モテたもんかじゃもんね。今度は泣いてる。大体やな、うちの学校の男どもは見る目がないっちゅうね。はあ。つうか男はみんな若くて可愛い子がええって言うけどな、女かって年齢と同じ、噛めば噛むほど昆布ミルコ昆布昆布でいく。わー、尻滅裂になってる。投資なんて関係あるへん。そうですね、うんうん、そうだそうだ。せやから、あんたもより好みはあかんで。またそういう会話につながんの。というか黒井先生、そもそもあなた同僚の男の先生でいいんですか？どちら様で？ソクロバです。いつからそこに？ずっとおりますが。ちっちゃいからわからなかった。男なんてクソくらいや。ラキスタ萌えドリル特典 CD ドラマ、ニコ繁忙期。ふぃー、なんでこんなに広いの。はけどもはけども落ち葉は積もるし、ゴミは減らないし。オーマイガー、コナーター、ヘルプミー、助けてください。あー、何？どうしたの？お客さん、いっぱいいっぱいです。それは当然だってば。けど、お守り500円、ハンマーや1500円、おみくじ100円、あと、それからそれから、もう覚えられません。それを覚えるのが仕事だよ。こんな冷たいです。助けてですよ。こっちが終わったらね。いつですか？さあ、落ちてる枯葉に聞いて。オーノー、これ萌えじゃないです。こんなはずじゃなかったです。それは私のセリフだよ。うん、なんでこうなったんだろう。それは1時間前のことでした。これで10連敗です。なんでなんで負けるですか？やり込み方が違うよ。格ゲーは任せたまへー。 Never give up。 この後もう一度。あはん、電話が鳴ってますよ。ほんとだ、ちょっと待って。はい、泉です。もしもし、私だけど。振り込め作業は間に合ってます。そんじゃ。違うわよ、わかってるよ。こいつは。それより何か用？あのさ、今日暇？今パティと遊んでたとこだけど。はい、
どなたですか？鏡だよ。カール？ Yes! ハロー、鏡！お元気ですか？風邪ひいて死んでる。っていうか、大きな声出さないで。頭に響くから。Oh, sorry! ごめんなさいです。だから大きな声を。もういい。コナタに代わって。OK! コナタ、どうぞです。今からまた格ゲーだから、そんじゃね。ちょっと待ってよ。あのさ、お願いがあるんだけど。何？神社を手伝うのはなしだよ。いい感じしてるわね。もちろん。勘が良くなきゃゲーマーはできないよ。つかさんも風邪をひいてるのよ。お願いできない？けど今パーティー来てるし。わーい、どうしたですか？鏡がね、神社の仕事を手伝ってくれないかって。ああ、It's wonderful! OK, OK! 私やります！ありがとう。持つべきものは、本当の友達よね。鏡、鏡！ Have a question! いいけど、もう少し小さな声で。Oh, sorry! あのですね、巫女の服は着れますか？ああ、大丈夫だと思うけど。ジーズー！ジーズーズ！わー！今日は最高の日です！ジャパニーズトラディショナル萌え！ついに私はミカになるです！鏡！サキサキバラモンズ！あほん！鏡！どうしてですか？だから、頭が。大きな声を。ああ、ソーリー！私としたかったが。コナタに代わって、お願い、じゃないと、死ぬ。はいよ。というわけで、パーティーを向かわせるね。あんたもお願い、最低二人はいるの。ええー、今日はバイトもないのに。期末テストの勉強に付き合ってあげるから。もう一声。つかさにクッキーとマドレーヌ焼かせる。わかった。手伝うよ。ありがとう。うちの神社の場所わかるよね。私もう限界だから。かなり重症みたいだね。コナウタ、早く行くです。ミコ萌えが待ってるですよ。ミコは先週バイト先でやったんだよね。まあいいけど。神社、ミコ、ジャパンに来てよかった。今日は最高の一日です。なんて思ったのは甘かったです。 Very very sweet でしたよ。 Oh no、 手が痛い。それに腰も痛い。ミコは一日にしてならず、very hard です。けど、夕方まで手伝わなきゃだし。パーティー、恨んじゃダメ。問題ありませんです。ああ、せめてあと二人いれば。一人でもいいよ。みゆきさんでも呼ぼうかな。あ、ゆうちゃんにも手伝ってもらおっか。ナイスアイデア。やったー、ガナルコの服似合います。ロリーミコ萌えです。孫にも一緒です。また変な言葉を覚えてるし。んじゃ、携帯に電話。はーい。ん？なんだ、こないだの子か。なにそれ、まだ名前を覚えてないんじゃないでしょうね。覚えてるよ。甘かったひなた、だったよね。違う、日陰。宮川日陰。ひなたはお姉ちゃんの名前。名字なんてまるっきり合ってないじゃない。まあ、そんな時もあるよ。ほんで、どうしたの？それはこっちのセリフよ。あんたこそ何してんの？聞くも涙。語るも涙。ちょっと長いよ。じゃあいい。よくないです。ちゃんと聞くですよ。なんでよ、私は関係ないじゃない。っていうかあんた、かげちゃんやめなさい。言葉遣いが悪いわよ。お姉ちゃん、
お久しぶりです。その説はどうも。いやいや、こっちこそ。そちらの方はよくアニメイトに来られますよね。イエース、店員さんですね。今日は神社でイベントですか？なわけないって。お散歩してたんです。今日はいいお日和ですよね。だよね、いい休日だったよね。なんで過去形なのよ。だから聞くも涙、語るも涙。ちょっと長いよ。わかったわよ、聞いてあげるわよ。ありがとう。実はね、いい君、日頃の行いが悪いせいね。やめなさい、お困りになってるのよ。因果応報だもん、大人買いしてる罰よ。そんなことないもん。嘘つき、グッズ欲しくて3つも4つも買ってるくせに。違うよ、最近は1つしか買ってないよ。嘘。ほんと、たった1つに愛情を注ぐマニアなら当然。イエース、それに欲しいものばかりで、まあでも足りないです。だよね、最悪グッズだけならオークションがあるし。ねえ、全然変わってないし、やっぱり因果応報よ。けれど困ってられることに変わりはないわ。よろしければお手伝いしましょうか。いいの？はい、特に予定もありませんし。ちょっとお姉ちゃん、何言い出すのよ。だってお困りのようだし、それに前から巫女さんしてみたかったの。そんな、いきなり。でもこっちは大歓迎、すごく助かるよ。Thank you、 命の恩人です。あらあら、そんな大げさな。これで OK。 じゃあ二人ともこっち来て。な、何言ってるのよ、絶対にやらないからね。いいじゃん、巫女さんだよ、衣装めったに着れないよ。着たくない、コスプレに興味ないの。私帰る。あ、ちょっと待った。待たない、それじゃ。そこに水たまりがあるって言おうとしたけど遅かったね。そしてそれから1時間後。すいません、お守りが欲しいんですけど。はーい、こちらになるです。 Thank you、 ありがとうございました。お稲荷様はどちらでしょうか。あちらになります。お気をつけて。ふぅ、やっと境内の掃除が終わったよ。コナタさん、お手伝いしましょうか。よろしく。やっぱり人手が増えると楽だね。そう言っていただければ幸いです。いやいや、こちらこそ。あれ、日陰ちゃんは。ああ、あの子でしたらそこに。ああ、なんかふてくされてるし。当たり前よ、服まだ乾かないの。もうちょっとかかるよ、けどそれでよくない。やだ、絶対にやだ、巫女の衣装なんて着たくないもん。それは罪悪です。巫女は日本の萌え文化を担う重要なファクター。それが嫌なんて。マリアと一緒にすんな、この変なオタクアメリカ人。わーい、言っていいことと悪いことがあります。でも本当でしょ。ああ、それは、その。もういい、あっちにいるから。あ、日陰ちゃん、もうあの子ったら。別にいいよ、無理に手伝わせる気ないし。すいません。おみくじをお願いしたいんですけど。イエース、ちょっと待ってください。すいません、お手洗いは。ごめん、お願いできる。わかりました、こちらにどうぞ。また忙しくなってきたし。はあ、最悪。なんでこうなるのかな。お姉ちゃんお人よしすぎるよ。あんなやつの手伝いするなんて、大体みんな私のことを。お姉ちゃん。わあ、何よ。お姉ちゃんおかしい。何がよ、脅かすあんたが悪いんでしょ。あー、なんか怖い。お姉ちゃん巫女さんでしょ、怖いのダメだよ。違うわよ、私は巫女じゃないよ。じゃあなんでその服着てるの。これは
その、着てた服が濡れて仕方なく。なんでもいいから遊んでよ。お父さんたちずっとお参りしててつまんないの。ダメ。今忙しいの。嘘つき。歩いてただけのくせに。うるさいわね。今はダメ。絶対ダメ。みこさんにいじめる。嘘ついて。やめなさいよ。泣かないでよ。遊んで。わかったわよ。だから泣きやんでよ。はーい。じゃあ何して遊ぶ？なんでもいいわよ。そっちが決めて。じゃあ、そしたら。お守りは500円になります。はい。ありがとうございました。お客さん、少しずつ少なくなってますね。そろそろ夕方だしね。よかったよかった。え？向こうもみたいです。ん？どういうこと？日陰ちゃんです。ほら、あそこ。ああ、そういうことね。これで機嫌直してくれるといいんですけど。大丈夫でしょう。楽しそうに遊んでるし。ですね。本当に嫌なら泣かれても断ってるでしょうし。そういうこと。さあ、仕事が終わるまであと少し。日向さん、よろしくね。はい、頑張りましょうね。やっと終わったです。腰と肩が痛い。死ぬ。鈍ってる証拠よ。ゲームのやりすぎね。日陰ちゃん、言葉遣いが悪いわよ。だって本当のことだもん。もうこの子ったら。それより今日はありがとうございました。それはこっちのセリフだよ。お礼ちゃんとするから。いえ、そういうつもりでは。気にしないで。私じゃなくて、頼んだ元凶にさせるだけだから。すっごく助かったです。お礼されるですよ。でしたら、またそのうちに。お姉ちゃん早く帰ろう。ゲームしたいもん。私もです。アッキーのようなガンは、ボーイズラブに決まりです。それ最悪。なんですか？ボーイズラブをバカにするですか？してないわよ。あんたの趣味を疑っただけ。同じです。来週の日曜の予定は？あ、空いてるけど。付き合うです。秋葉原でボーイズラブのなんたるかを teach you。 絶対に行かない。来るです。行かない。来るですよ。絶対に行かない。この後。何？付き合うです。一緒に日陰を teach するですよ。まためんどくさいことを。何か言ったですか？いや、何も。すいません、日陰ちゃん照れてるだけなので。そんなことないもん。絶対に行かないんだから。そうは言ってますけど本当は。ジーザス、迷える子羊をボーイズラブに導くです。どうかお力を。嫌だ。絶対に嫌だからね。日陰ちゃん、いい加減素直に。レッツボーイズラブ。日陰、秋葉原に行くです。日陰ちゃんさ。何よ。とりあえず秋葉に行こっか。導かれるかどうかはそれからということで。 Yes! Let's go! 秋葉ボーイズラブが待ってるですよ。あー、もうなんでこうなるのよ。実は嬉しいくせに。しなければ。出ないとまた降りる駅を乗り過ごしてしまいます。ただいまから車内に参ります。ご用のある方は降りる駅に着いたら教えてください。なんてお願いしたら怒られてしまいますよね。はあ、
我慢しなければ。駅に着くまで気を抜いたらダメなんです。けど読みかけの小説、今がいいところなんですよね。ちょっとくらいなら。ラキスタ萌えドリル特典 CD ドラマ、秋の居眠り電車。それでね、お姉ちゃんたら徹夜でゲームしてたんだって。私にはできないけど。どうしたの？タカラさんだ。挨拶したいけど本読んでるみたいだね。でも声はかけないと。だね。タカラさん、こんにちは。はあ、そんなことに。その続きは？あれ、聞こえてないのかな。タカラさん、かなり集中してるみたい。肩叩いた方がいいのかな。多分。私がやる。え？ああ、みなみさんに小早川さん、いついらしたんですか？やっぱり気づいてなかった。すいません。ついつい読みふけっていたもので。昔からの癖ですね。お恥ずかしい限りです。子供の頃から治らないもので。でも、そんな癖って誰でもありますよね。そうなんですか？中学校の友達なんですけど、考え事をするとき指をしゃぶる癖がありましたよ。私の友達も食べるときだけ左利きになる。それは珍しいですね。南さんご自身はどうなんですか？私はわからない。小早川さんは？私の癖は体が弱いこととか？それは癖じゃないから。あ、だったら、そうだ、お姉ちゃんから前に言われたことがあったっけ。泉さんからですか？はい。私は天然で、土地で、貧乳で、妹属性があるから萌え要素がいっぱいらしいですよ。それも癖とは違う。多分魅力？けど、ドジと貧乳は違うくない？ドジはともかく、貧乳は。まだ成長するのかな？大丈夫。きっとなんとかなる。だよね！そうなるよね！あの、お二人とも、電車でそのような話題は？そういえば。すいません。お教えしようと思ったのですが、話の腰を折りそうだったので。ふぅ、バカ、私のバカ。気にしないでください。ドジで天然なのは、小早川さんの魅力なんですから。それ、褒められてる気しない。私もそう思う。もう、岩崎さんの意地悪。お二人とも、仲良しなんですね。これから一緒に遊びに行くんですよ。お気をつけて。どちらまで行かれるんですか？新宿です。もう次の駅だ。本当ですね。お話ししているとあっという間に。もしかしてどうしました？過ぎてしまいました。それってはい、私が降りる駅を4つほど。ごめんなさい。私たちが話しかけたから。関係ありませんよ。この癖が悪いんですから。みゆきさんもドジが魅力。そうかもしれませんね。それじゃあお気をつけて。頑張ってください。ありがとうございます。お二人ともお気をつけて。さて、私も行かないと。とりあえず電車が来るまで。あらあら、すいません。
大丈夫ですか。おばあさんこそお怪我はありませんか。平気ですよ。それよりお嬢さんのカバンが落ちちゃって本当ごめんなさいね。いいえ、お気になさらずに。で、カバンの留め金が開いて中身がこぼれてるわよ。え、はあ、大変です。手伝うわよ。みゆきはおばあさんの面倒見てて。あ、ありがとうございます。で、なんで鏡さんがいらっしゃるんですか。映画を見に来たの。司もいるよ。こんにちは。お姉ちゃん、落ちちゃった荷物はこれだけだよ。すいません、ご迷惑をおかけします。私からも言わせてくれよ。本当悪かったね。ここは駅ですし仕方ないですよ。おばあちゃんも何か落としてないですか。大丈夫ですよ。親切にありがとうね。ご迷惑をおかけしまして。お気をつけて。お嬢さんたちもね。それじゃあね。さようなら。ほう、本当にありがとうございます。けどまさかお二人にお会いするなんて。それはこっちのセリフよ。だよね、すごくびっくりしたもんね。カバンを落として慌ててるし、なんか司みたい。お姉ちゃんひどいよ。さっき改札口で指を挟んだのは誰だっけ。聞く。切符入れるとこあんなに狭いのよ。司器用すぎない。そうかな。褒めてないわよ。ちゃんと注意すること。はーい。それよりみゆき、今からどうするの。その行くというか戻るというか。どういうこと。実は降りる駅を乗り過ごしてしまいまして。なんかそれも司っぽいんだけど。返す言葉が見つかりません。私たち今から帰るとこなの。どうする、一緒に行く。よろしいんですか。もちろんだよ。それじゃあ行こっか。はい、お願いします。じゃなくて、司、そっちのホームじゃない。並ぶのはこっち。あ、まあこんな時もあるということで。そうですね。猿も木から落ちると言いますし。あと犬も歩けば棒に当たるとか。それはまた別のことわざですね。そうなんだ。ゆきちゃんってやっぱり頭いいね。いいえ、そんなことは。そこの二人、ボケ合ってないで早く並ぶ。電車もう来ちゃうよ。はい。はぁ、座れてよかったわね。うん、けど今日は座ってばかりかも。映画を見に来られたんですよね。何をご覧になったんです？すごく怖い映画なの。そう？全然怖くなかったよ。最後なんてゾンビがいっぱい出てきて終わりだよ。最悪だって。そんなことないよ。うわーってきて、ぐわーって叫んで、すっごく怖かったんだよ。そうかな。みゆきはどう思う？見てないので何とも言えませんけど、でも少し怖いように思えますね。だったら今度はみんなで見に来よっか。ドタキャンしたコナタも一緒にさ。コナちゃん呼ぶのは賛成。けど怖い映画は絶対反対。わかったよ。見に行く映画は多数決。それ賛成。ねえねえ、ゆきちゃんは何見たい？そうですね、今は何とも。体育祭の準備のことで頭がいっぱいなもので。だよね、もうすぐだもんね。ええ、司さんも鏡さんもよろしくお願いしますね。え、そっか、私体育祭の準備委員だよね。なに忘れてんのよ。あ、うちのクラスの仕事も配られたプリント通りでいいの？はい、小物の作成と競技に使う音楽の準備をお願いします。応援で使うものはどうするの？それは
応援団の方々にお任せすることになってなさそうよ。昨日うちのクラスの男子からどうすればいいって聞かれたの。伝達がうまくいっていないようですね。どうしよう、プリント作る？そうですね、明日の朝のホームルームで配れるといいのですが。じゃあ今決めたら？で、家に帰ってプリント作るの。ナイス！ごくたまに鋭くなるわね。時間も、その、いつもちょっぴり鋭いよ。よくわかんないけど、とにかく今は褒めてあげる。えへへ、ありがとう。みゆき、司の提案で OK？ お願いします。それでしたらまず、よし、これで OK！ じゃあプリントは明日持ってくるね。わかりました。お手間をおかけしてすいません。気にしないで、私たちだって準備委員なんだから。そうそう、ゆきちゃん頑張ろうね。はい、ありがとうございます。あ、駅に着いたみたい。タイミングぴったりだね。それじゃあ私たちはこっちの出口だから。はい、それではまた明日。バイバイ、気をつけてね。お二人こそ。それでは失礼します。あ、もう4時を過ぎてますね。早く帰らないと。それにしても今日はいろいろありました。南さんたちと会って、鏡さんたちと会って、体育祭の準備の打ち合わせもできましたし、本当に有意義な一日でした。こんな日が毎日続いたらすごく楽しくないです。忘れてました。私のドジ、本来の目的を完全に忘れてました。どうしましょう、どうしましょう。これから駅に向かって、それで用事を済ませたら何時になるんでしょうか。お母さんに電話の前に早く駅に行かなくちゃです。この癖はどうしたら直せるんでしょう。誰か教えてください。はいはい、今出ますよ。はい、泉です。ただいま留守にしております。ご用の方は。何バカなこと言ってんのよ。私じゃなかったらどうするつもり。でもこの時間にかけてくるのって鏡だけだし。なんでよ。知り合いは全部ネット入ってるもん。連絡はそっちで取り合ってる。ああ、そうですか。どうせうちは今でも黒電話よ。ラッキースター萌えドリル特典 CD ドラマ。長電話は混戦中。ねえコナタ、あんたっていつ寝てるの？霧のいいとこかな。具体的には？ダンジョンクリアするか、ミッション達成するか、キャラ一人攻略するか、あと誰かがチャットやめるとか。かなり不定期ね。でもないよ、だいたい4時ぐらいだよ。朝起きれなくなるから？ううん、それまでにクリアするから。あ、そう。けどコナタ、最近遅刻多いよ。なかなかキリというかキリがつかなくて。ほら、イズミ、何やっとんねや。なんかね、あと少しでレベルアップとか、なんかもうちょっとで一生終わりとかね。学生に優しいゲームが出たら流行ると思わない？特に RPG とか。シューティング以外興味なし。それより先生の声が聞こえなかった？うん、したね。まさかそこにいるの？ううん、いないよ。じゃあなんでよ。今ネットゲーしてたの。ボイスチャットの真っ最中だよ。あんた電話しながらそんなことしてたの？あー、やっぱり難しいね。普通のチャットの方がいいかも。まずくない？ちょっと待ってね。ごめんなさい、すぐヒールします。よっと、はいどうぞっと。
それでよし。オッケー、なんとかしてきた。ったく、何やってんだか。まさか、そんな調子で朝まで。姉ちゃん、飲み物何かいる？ああ、ありがとう。んじゃあ、紅茶で。ミルクで。はーい、ちょっとだけ待っててね。つかさお手製のミルクティー、いいな、飲みたい。今からうち来る？無理、ネトゲーの最中だもん。だったら次の日曜日は？つかさにマドレーヌ焼いてもらおうか。行く、絶対行く。んじゃあ予約っと。ああ、鏡は作らないでいいからね。当たり外れのあるお菓子は食べてて悲しいから。なんだと？そのセリフもいっぺん。イズミ、ヘルプやヘルプ、武器強化っていうかヒールも頼む。ごめん、ちょっと待って。はい、すぐやります。ポチポチっと。これでいいですか？もう再再チャレンジや。イズミ、ちゃんと待機しとけ。前向きに全勝します。ごめん、で、なんだっけ。もういい。ていうか、週末来るな。なんで？つかさの作ったお菓子食べたい。うっさい！この間のクッキーだって、私が作ったって言わなかったら。姉ちゃん、お待ちどうさま。また邪魔か。どうしたの？行けなかった？ああ、あんたは悪くないから。だったらいいけど。それより、ミルクティーありがとう。どういたしまして。暑いから気をつけて。暑い暑い暑い。つかさ、大丈夫？うわ、床がびちょびちょ。暑いよ。手に紅茶がかかっちゃった。あー、やっちゃったみたいだね。先生の相手してたし。ったく、もう、あの子ったらほんとドジなんだから。まあまあ、それが司の燃えどころだよ。けどあんた、リアルでのドジっ子は辛いって言わなかったっけ？それはそれ、これはこれってことで。だったら今度、司を一日貸してあげるわ。私の苦労を大思い知るがいい。それは勘弁してほしいな。ダメ、次の日曜日に。あれ、誰か来たみたい。こんな夜中に？うん、ちょっと待ってて、出てくるから。はーい、今行きます。実は泥棒だったりして。あれ、うちもだ。仕方ないな。お父さん、電話してるから出て。もう今11時過ぎてるのに。一体誰だろう。やっほー、私だよ。ほほほー。なんだ、ゆい姉さんか。で、なあ、めっちゃ酒臭。いいラテ、酔っ払ってるんだもん。コーラだ、お水できたらジュース。今電話中、自分でどうぞ。やだー、コーラだにもぜひでもらう。甘えたいの、甘えたいの、清高さんに甘えたいの。さすが酔っ払い、話に脈絡ないし。もうなんで単身赴任なのよ。私も配属先を変えて。じゃあ相談してみたら。それができたらこんなに飲まないって。そうですね。喋ったら喉乾いた。キッチン行ってくる。ゆい姉さん、今日はお泊まりモードだね。愚痴ぐらいは聞いてあげようかな。こうだった！こうだった！あ、忘れてた。うーい、何？あんた、パーティーに変な漫画とかアニメの話してないでしょうね。何もしてないよ。嘘ついたらひどいよ。今、パーティーが家に来てて。お願いします。私に思い出をくださいで。
ああ、そういうこと。お幸せに。何勘違いしてんのよ。そうじゃなくて。ガーミー、私の思いを受け止めるです。じゃないと私生徒に帰れません。やっぱ告白してんじゃん。違うってば。巫女の衣装を貸してくれってうるさい。ギブミー、私を巫女にしてください。お父さんに聞いてよ。私は決められないの。ガーミーダーディーもうスイーティン。だったら明日。思い立ったがラッキーデイ、今日がいいですよ。そう言われても。ピトンピトン、いいこと思いついたで。鏡を貸してください。そ、私の。そうです。それで OK。 私的にもワンダフル。なんかパティの日本語ますます怪しくなってきたね。アニメと漫画の影響じゃないの？それより早く何とかしてよ。そんなこと言われても。あ、忘れてた。鏡、ちょっと待って。何ですか？あ、先生のキャラ死んでる。画面見てへんかったか？ボスやボス、一撃で殴り殺されたわ。防具の強化してないから当然ですよ。その、のっぴきならない状況と言いますか。なんやそりゃ。もうええ、今日は寝る。ほんじゃな。まあ、やっぱり電話とボイスチャットは一緒にできないみたいだね。コナタ、コナタ。うーい、告白の結果は？私のを貸して帰ってもらったわ。お疲れ。どころのレベルじゃないわよ。衣装探して帰ってきたら、司が転んで頭打って泣いてるし。え？こぼしたミルクティーで足を滑らせたの。そのフォローしてたら、玄関でパティが着替え始めるし。そりゃ大変だったね。そっちはどうなのよ。ね、先生が死んで怒ってゲームやめて、あとゆい姉さんが来てね。なるみさんが？なんか急よ。いつもの暇つぶし。酔っ払って今キッチンに。あれ？ちょっと待って、お父さんが呼んでる。何？え、ゆい姉さんキッチンで寝ちゃったの？今に寝かせとこっか。よろしく。ごめん、ゆい姉さんの話の続きだよね。もういい、落ち着こえたから。なんか今日はいろいろありすぎだよね。言えてる、夜中なのにね。案外夜中だからとか。どっちにしろみんないい加減にしろって感じよ。けど一番アレなのは私たちかも。あー、結局ずっと電話で喋ってるしね。なんてか、やっぱりとっととやめろって感じだね。はぁ、そろそろ切ろっか。だね。さーて、もう一踏ん張りっと。明日は遅刻すんなよ。うん、キリとケリの都合次第かな。たくもう。そんじゃおやすみ。おやすみ、また明日ね。今日も長電話しちゃったな。あれ、先生またネットに入ってる。はいはい、わかりました。今日は徹夜かも。こんにちは、鏡明です。もちろん明のことはみんな知ってますよね。え、知らない？自己紹介。アキラは人気絶頂、空前絶後のスーパーアイドルにして、ラッキーチャンネルのキャプテンなのです。もうクビになったけどな。あ、ヒカル先生。どうも、ラッキーチャンネル改めラッキーパラダイスの新キャプテン、桜葉ヒカルです。ちなみに私立両学園の生物教師やってます。ヒカル先生、なぜここに？
そりゃもちろんお前一人に任せてられないからだ。おお、アキラはそんなに信用されてませんか。キャプテンをクビになるくらいだしな。痛いところをついてきますね。だいたいスーパーアイドルっていうのも嘘くさくないか。それは聞き捨てなりません。アキラは間違いなくアイドルなのです。ほほー、確かに今はちょこーっと地味な感じですが、ゆくゆくはビッグなアイドルとして世界の頂点に立つ予定なのです。そのための計画もちゃんと考えてあるんですから。面白い、聞かせてもらおうか。まずはやっぱり歌ですね。アイドルは歌手デビューしてこそアイドルなのですよ。そういうものか。そういうものです。まずはファーストシングル発売に合わせて地上波歌番組に出演。その勢いでトップチャートにランクイン。ラジオ番組は連日連夜ヘビーローテーションで私のファーストシングルを流すのです。そして売り上げはぐんぐん伸びて、あっという間にシングルチャート第1位。さらにさらに CM タイアップなんかも決まったりなんかしちゃったりして、一気にスターダムへ。という感じです。どうです、壮大な計画でしょ。なるほど、確かに壮大だ。で、いつ CD デビューするんだ。そのうち。こんにちは、こんばんは。みんなのアイドルにしてラッキーチャンネルの元キャプテン、歌手デビューを目指して日夜頑張る小神明です。さてさて、前回は光先生に突っ込まれてしまいましたが、 CD 発売への道を着実に歩んでますよ。歩んでますよね。あ、なんかちょっと不安。何を一人でブツブツ言ってるんだ。おお、光先生いつの間に。さっきからずっといたが。この私に気配を悟らせないとは。やりますね。何がだ。ところで CD デビューの日は決まったのか。え、まだです。あ、早く早くデビューしないと私の計画が。まあ長い人生だ、そんなに慌てることもないだろう。甘い甘いですよ光先生。 CD デビューなんて私のアイドル伝説から言えばほんの序章に過ぎないのです。まだ続きがあるのか。もちろん、次の段階は当然全米デビューです。全米デビューってすでに日本の音楽業界を制覇したって設定なのか。やっぱりミュージックシーンの中心はアメリカ。アメリカでトップになってこそのアイドルだと思うのです。なんだかもう突っ込むのもバカバカしいわ。アメリカでの成功の先に見えるのは間違いなく全世界。逆に言えばアメリカでの成功をなくして世界は狙えない。頑張れアキラ、負けるなアキラ。アキラがやらねば誰がやろう。ところでお前英語喋れるのか。あ、私がいるからな。お、光先生。こんにちは、ラッキーパラダイスキャプテンの桜庭光です。先生、教え子の前向きな気持ちに水を差すなんてひどいです。すまん、やたらテンション高かったからつい。ところで CD デビューはどうなったんだ。え、いや、それはそのなんと申しますか、全然目処が立たないと。はい、まあそんなところだろうと思ったが。でもでも、アキラは次なる野望を見出しましたよ。
どうせまた突拍子もないのだろうけど、一応聞いておこうか。はい。歌がダメなら他の方法で世界進出すればいいのです。すればいいのですって、随分簡単に言ってくれるな。で、その方法ってのは？それはファッションですよ。ファッション？ほら、アイドルとか芸能人ってそのファッションが注目されるじゃないですか。まあよく雑誌の特集とかになるな。そこでアキラは考えました。アイドルとして日本のファッションリーダーを目指そうと。それと世界進出がどう関係してくるんだ？まあまあ、そう慌てずに。ファッションリーダーになるのは所詮きっかけに過ぎないのです。というと？ズバリ、自分のアパレルブランドを設立するのです。ファッションリーダーがデザインした洋服なら世の女性の心をがっちり掴むはず。そして一気に業界のトップに躍り出るんです。なんだか CD デビュー云々の時と同じくらい都合がいい話な気がするんだが。日本のアパレル業界で一儲けしたら次は世界。豊富な資金をもとに一気に社交界デビューです。そんでもって社交界で出会ったどこかのお金持ちとセレブ結婚。そのまま華々しく芸能界を引退です。なるほどな。確かに夢にあふれるいい計画だ。でしょ？やっぱり人間、将来の夢は大きく持つべきですよね。でないとちっぽけな人間になっちゃいますから。確かに夢は大きいに越したことはないかもな。だがその前に、この間のテストの結果についてじっくり話し合いたいな。それは。大きな夢を持ってる割にはこの生物の点数は非常にちっぽけに見えるんだが、どう思う？ああ、追試だけは勘弁してください。ここは私立両王女学園。清廉潔白で純真無垢な少女たちが通う場所。今日もこの学園には多くの乙女たちが登校してくるのです。連続乙女チックドラマユリスタ第1話、入学式。出会いはときめきの予感。遅刻遅刻、初日から遅刻なんてダメダメだよ。大丈夫？ごめんなさい。私、慌ててたから。すっごい綺麗な人。背も高いし、大人っぽい感じ。胸はちょっと小さめだけど。もしかして、先輩かな？あなた、一年生？はい。今年入学した一年で、小早川豊って言います。そう。無口な人だな。入学式始まっちゃう。それじゃ、私はこれで。待って。制服。襟がめくれてる。治った。ありがとうございます。それじゃ。あの人、名前聞いてないや。でも素敵なお姉さまだったな。それは桜舞う4月のある日の出来事。名前も告げず去っていたお姉さまと主人公豊かな出会いでした。ここは私立両王女学園。清廉潔白で
純真無垢な少女たちが通う場所。今日もこの学園には多くの乙女たちが登校してくるのです。連続乙女チックドラマユリスタ第2話。驚き、お姉さまは同級生。キリーツ、レイ、着席。なんとか入学式に遅刻せずに済んだよ。クラス分けも済んだし、これから一年この教室で過ごすんだ。ちょっぴり不安。でも、楽しみ。あ、そうだ。今朝のお姉様にも会えるかな。雰囲気から言ったら3年生っぽいけど。後で探してみようかな。すぐ見つかるといいけど。はい、これ、プリント。あ、ありがとうございま、って、いたー。あなたは今朝の。あ、はい。豊かですって、同級生だったんですか。そうみたい。私はてっきり。てっきり近所の中学生かと。うー、確かに中学生どころか小学生と間違われることもしばしば。岩崎みなみ。私の名前言ってなかったから。あ、はい。これからよろしく。こちらこそ、よろしくお願いします。まるでお互いの運命が引き合うかのように再会を果たした豊かと南。偶然の出会いから始まった友情は、野に咲く花のようにひっそりとつぼみをつける。待ち受ける非情な運命も知らず。ここは私立両王女学園。清廉潔白で純真無垢な少女たちが通う場所。今日もこの学園には多くの乙女たちが登校してくるのです。連続乙女チックドラマユリスタ第5話。大ピンチ、ライバルはツンデレ少女。おはよう、みなみちゃん。今日も早いね。おはよう、ゆたか。うん、さっき、そう！どうしたの、みなみちゃん。どこからともなく飛んできたこれは、バラの花。おお、よくぞ交わしましたわね、岩崎みなみさん。あなたは、2年生の宝みゆき様。そう、私の名前は宝みゆき。両王女学園に咲いた一輪のバラ。人は私のことを白百合の君と呼びますわ。でもさっき投げたのバラだった。そこ、いちいち細かいことに突っ込まないでくださるかしら。みゆきさん、なんか性格変わってるような。じゃなくて、なぜここに。目的はあなたですわ、小早川豊さん。え、私ですか。そう、あなたのことを一目見た時から胸の奥に熱いものがこみ上げてきて、私もういてもたってもいられないの。で、というわけで豊さんはもらっていきますわ。というわけってどういうわけっていうか、そんな急に言われても。豊は渡さない。みなみちゃん。おのれ、私の邪魔をすると言うんですの、みなみさん。現れた恋のライバルは上級生、ついでにツンデレ。そんな一挙両得、一石二鳥の相手に勝ち目はあるのか、岩崎みなみ。ちょーっと待ったー。こなたお姉ちゃん、なぜこ
いやー、なんか面白そう。じゃなかった。ゆうちゃん。は、はい。あなたにずっと黙っていたことがあるの。それは。それは？ゆうちゃんとみなみちゃんは、実は、血を分けた姉妹だったんだよー。かー！そんな。嘘だ。ついに明かされた衝撃の真実。え？愛し合う二人は実の姉妹だった。私はってさっき、もう真実とは時に非常なもの。豊かと南、二人の行く先にはさらなる悲劇が。次回、冬のオホーツクに少女の涙。前回までのあらすじ。数々の試練を乗り越え、シベリアへと渡った二人。遠く故郷を離れ、豊かと南はついに安住の地を手に入れたのだった。だが、いつまでも幸せな日々が続くと思われたある日。南ちゃーん！と、そこで畳みかけるように不治の病に。ゆたか、どうしたの？しっかりして、ゆたか。はっ、血がバレちゃったね。ゆたか、どうしたの？ごめんなさい、みなみちゃん。今までずっと隠してきたけど、私、あと半年の命なの。なあ、ガーン！ずっと打ち明けようって思ってたのに、私ったらその勇気がなくて。バカ、なんで言わなかった？だってそれは。はい、そこで吐血。うん、ゆ、ゆたかー。なんと、ゆたかは不治の病に侵されていた。最愛の人が残りわずかの命と知ったミナミは、極寒の大地でも運命の女神はかくも愛する二人に試練を与える。次回、大長編スペクタクル学園ユリドラマ、ユリスタ最終話、乞うご期待。てな感じの同人誌を夏に向けて制作中なんだけど、どうかな？どうかなって言われても。なぜシベリア？あの、なんで主人公の二人の名前が私とみなみちゃんなのかな？そりゃあなたたち二人をモデルにしてるから。っていうか、ユリブームに乗ってやろうと書き始めたはいいけど、どうもうまくいかなかったのよね。いや、まさかこんな身近にモデルがいようとは。おかげでいい参考になったわ。なんでもないよ。それより、ちょっとポーズの参考に岩崎さんと抱き合ってみてくれない？ここで？ダメだよ、そんなの恥ずかしいって。いいじゃないの、減るもんじゃなし。ダメったらダメ。あ、逃げた。ちょっと待ってよ。なんでシベリア？いやー、やっぱ秋葉原はいいよねー、鏡。はあ、コナタ、あんた無意味に元気だな。思わず、秋葉原よ、私は帰ってきたーって叫びたくなんない？何よそれは。ほら、この雑然とした街並みとか、どこからともなく流れてくるアニメのオープニングテーマとか、
まるで故郷にでも帰ってきたような懐かしさが。しない、全然しない。もう素直じゃないな赤髪は。そんなこと言いながら昨日も一昨日も秋葉来たじゃん。別に好きで来たわけじゃないわよ。そりゃ欲しいラノベの新刊があったけど、家の近くの本屋さんでも買えるし。っていうかあんたが付き合ってくれって言うからでしょ。お、そのツンデレっぷりいいね。話を変えるな。って誰がツンデレよ。口では嫌だなんて言いながらもしっかり一緒に来てるとこがまさにツンデレ。私が男だったらこの瞬間好感度パラメーターがうなぎ登りだよ。パラメーターって、ああもういいわ、なんか疲れた。早く買い物済ませるわよ。あんたいつも選ぶのに時間かかるんだから。へーい。じゃ最初はあそこの本屋から。さーて、こっから別行動ね。はいはい、分かったから早く済ませてよ。それは平積みされた新刊たちに聞いておくれ。なんだそりゃ。私を止められるものなんてないのさ。あー、こなた。はあ、行っちゃった。こういうとこ来ると無駄にテンション上がるんだから。さてと、じゃあ私も自分の欲しい本を探そうかな。あった、あった。あれ、こっちの新刊も出てるんだ。あー、どうしようかな。買っても続きが出るのはいつになるかわからないし。いいや、買っちゃえ。おー、鏡。あー、こなた、買い物終わった？うん、お目当てのは全部見つけたよ。じゃあさっさと会計済ませるか。どうせ他の店に行くんでしょ。鏡、わかってる。あれ、その本。え、これ、その本って前に鏡が主人公が気に入らないって言ってたやつじゃなかったっけ。あー、そうだっけ。なのに買うんだ。いや、だってほら、途中まで読んだら続きが気になるじゃない。別に買わなくてもいいんだけど、他に欲しい本もないし、今月はちょっとだけ時間とお金に余裕があるから。ほほー、な、何よ。やっぱり鏡はツンデレだなぁと思って。あ、またそれ。なんで本一冊買っただけでそうなんのよ。いやいや、好きだからこそ素直になれず、ついつい悪口を言ってしまう意地っ張り系ツンデレの萌え行動だよね。意地っ張り系ツンデレ、なんなのよそれは。鏡のこと。じゃ次のお店行くよ、ツンデレ娘。ちょっ、ツンデレ言うな。さーてと、次はゲームショップかな。また昨日も言ったじゃない、ゲームなんてたった1日でラインナップが変わるもんでもないでしょう。そんなの分かっちゃいるけど、覗いて帰らずにはいられないのがオタク心なのさ。鏡にもそのうち分かるって。いや、一生分からなくていいわ。鏡。ちょ、私じゃないわよ。うん、私。あのね、やっぱ先にどっかでお茶していこう。ファーストフードとかならいいわよ。いやいや、せっかく秋葉に来てるんだし、今流行りのメイド喫茶にしようよ。あんたね、女の私たちが行っても仕方ないでしょう。そんなことないって、行ってみると意外に楽しめるよ。本当に？単にメイド服着た女の子が接客してくれるだけでしょ。甘いな、鏡は。昔と違って今じゃメイド喫茶もいっぱいできたから、それぞれ趣向を凝らしてるんだよ。ふーん、例えばツンデレメイド喫茶とか。またツンデレっていうか、何なのよそのツンデレメイド喫茶って。簡単に言うと、メイドなのにツンデレ。そのまんまじゃない。でもこれが大人気らしいんだよね。にわかに信じられないわね。ほんとだって、私のバイトしてるコスプレ喫茶でもこの間ツンデレサービスデーってのがあってね。なんでもかんでもツンデレね。大好評だったから店長がもう一度やる気満々らしくて。大好評だったんだ。だから
私の友達にすごいツンデレがいるって教えたら、ぜひバイトに雇いたいって。ってこらー！ん？そのすごいツンデレって誰のことよ？もちろん鏡。なんてこと教えてんのよ！いやー、私っていい従業員だよね。友達としてはいろいろ問題あるけどな。というわけで、うちでバイトしない？しない！じゃないわよ！何度も言ってるけど、私はツンデレなんかじゃないの。自分ではわからないだけだって。鏡は天然のツンデレだよ。私が保証する。保証されても。そっか。残念だな。鏡と一緒にバイトしたかったんだけどな。はいはい。ああいうところだからさ。友達の友達が紹介されて、新しくバイトとして入ったりするの多いんだよね。鏡ならちょうどいいかなって思ったんだけど。何がちょうどいいのよ。だって私、あっちだと仲のいい友達いないし。え？そうやって友達と一緒に働いている様子が見ててすごく楽しそうだから、ちょっといいなーって。こなた、鏡は嫌だろうなって分かってはいたんだけど、もしかしたらって思って聞いてみたんだ。ごめんね、無理言って。まあ、あんたがどうしてもって言うなら、ちょっとは考えてやってもいいけど。やっぱり。え？やっぱり鏡のツンデレは天然だね。こなた！あんたまさかわざと？いやー、いいツンデレ見せてもらったわ。だから、ツンデレツンデレ言うな！ことがあってさ。ところで、ツンデレって何？草壁、あんた意味わからずに聞いてたの？いや、ひらぎがものすごい勢いで喋るから邪魔しちゃ悪いと思って。で、ツンデレって何？ツンデレっていうのは、普段ツンツン尖ってるのに、仲良くなると相手の前では甘えたりデレッとしたりする人のことみたいよ。漫画やゲームのキャラクターの性格を一言で表すために生まれたネット用語みたいね。ほんで、そのツンデレなわけ？ヒラギは。私は違うと思ってるけどね。でもそのツンデレって男子に人気あるんでしょ？いいな。おお、そういえばヒラギって男子に人気あるよな。そんな話初めて聞くけどな。どっちかって言えば、一部の男子からは避けられてそうな感じだけど。とか言いながら顔にやけてるぞ。え、ヒイラギちゃんに対して男子がよそよそしいってそんな感じしないけどな。本当よ、怖がられてるっていうか、私が話しかけても視線を合わせようとしないし。そりゃ怖がられるよ、すぐ顔真っ赤にして怒るもんな。そんな怒ってないわよ、あんたがバカなことばっかり言うからでしょうが。怒ってんじゃん。あ、そうだ。何？前に男子が話してるのを聞いたんだけど、ヒイラギちゃんは怒りっぽいところがいいんだって。はぁ、何それ。怒ってツンツンしてるヒイラギちゃんを、男子はそのツンデレっていうのだと思ってるんじゃないかな。だから私は違うっつーに。ヒイラギがいつ出れるかって勝負してたりしてな。私の知らないところで勝負されてもな。いいなあツンデレ。ヒイラギモテモテじゃん。あやの、頑張れば私もツンデレなれるかな。さあ。だから私はツンデレじゃないっつーの！ヒイラギちゃん、落ち着こう。そうやって怒って否定すんのが、まさにツンデレってんじゃないの？よし、これからはツンデレの時代だ。目指せ、ツンデレ！本当にやるの？もう勝手にして。